今回僕が向かっていきますのはロンドンヒースロー空港です。現在の時間は22時57分、出発時間は23時30分なので真夜中の出発になります。現在僕がいるのが香港で、正確に言うと香港国際空港なのですが、今から向かっていくのが遠く西の方、イギリスです。僕は初めてのヨーロッパ訪問になります。ということで今回登場しますのが香港を代表するキャセイパシフィック航空の CX255 便です。早速飛行機に乗り込んでいきます。これから数日間アジアとは分かれます。結構久しぶりに飛行機の中で寝るという経験をしたのですが、このようにクッションがついていました。こちらは毛布、簡単なブランケットに近いです。そういったものが置いてありました。足元は割とスペースがある感じで足を伸ばすこともできます。幅としては手のひら1個分で拳2個分。言語は日本語対応でした。一番最初に日本語を設定しますとこんな感じでご利用ガイドといったものが出てきて使い方が説明されています。こちらの内容はまた後で見ていきましょう。離陸を待っている間にこのようにキャビンアテンダントさんがメニューを持ってきてくださいました。今夜のメニューですが、こんな感じで左側が英語になっています。そして右側が中国語ですね。実際に運ばれてくるのは離陸した後になります。そしてこの画面の中に映画を見る機能があったんで、何が入ってるのかなというふうに思って見てみると、もうこんな感じでねめちゃくちゃ多いんですよ。でおそらく誰でも見たいと思っていたものが一つは入っているだろう、そんな感じのラインナップになっていました。今下の方を見てみるとこのようにスクロールバーが表示されています。こんなに動かしても大量に残っています。こちらは映画ではなく音楽ですが、同じように大量です。これはいまいち何を置く場所かは分かりませんでしたが、多分ここの置く場所なんだろうなというふうに思いました。こんな感じで携帯電話を置いたり、もしくはこういうふうに奥にしまってしまうということもできます。左側にある穴がイヤホンジャックですが、右側に USB があります。ということでこのように移動中に携帯電話を充電することも可能です。これが正しい使い方かは分かりませんが、このように携帯電話をしまえば、邪魔にもならないかなというような状態です。安全上の案内を見ているとこのように飛行機が動き始めました。それでは香港国際空港を離陸しまして、向かっていきますのがロンドンのヒースロー空港です。離陸後すぐにご飯を持ってきていただきました。これはおそらくお漬物、そしてこれは選べるメニューで、僕はチキンを選んでいます。映画のラインナップを見ていると1917といった映画がありました。これは下の方に書いてありますが、第一次世界大戦の映画です。言い忘れていましたが、今回の旅行のテーマは第一次世界大戦となっております。この映画自体も面白いので皆さん、興味があれば見てみてください。少し時間が経つとこのように機内が暗くなりました。僕もこの後寝ることにしました。その後目が覚めまして、どこにいるんだろうと思って地図を確認してみると、中東の上空あたりにいることが分かります。もうここまで来たらアジアよりもヨーロッパの方が近いと言っていいでしょう。ロンドンまでもう少しです。窓の外には飛行機からしか見えない光景が広がっています。再び少し時間が経ちまして、現在地はドイツに入ろうとしている場所です。窓から見える景色も大きく変わっています。朝ごはんはパンとヨーグルトと、そしてデザートでした。蓋の中身はポテト、これめっちゃ美味しかったんですけど、そして、あとソーセージとトマトとオムレツ。食べ終わるともうそこはイギリスの上空でした。真下には日本では見ることがないような家が立ち並んでいます。いつかヨーロッパに行ってみたいというふうに思っていましたので、これで一つ夢が叶いました。ということで香港からの長いフライトを終えてロンドンヒースロー空港に到着です。イギリスの国際空港ヒースロー空港に到着です。最初にどこに行こうかと思ったんですが、空港がこちらで、でロンドンがこっちなんですよ。で行きたいなと思っていたウィンザー城がなんかロンドンとは反対方向らしいんで、まずはこっちのウィンザー城に行こうと思います。いろいろ調べていたら鉄道やバスを使って行く方法もあるらしいんですが、結構ね時間がかかるということだったんでタクシーを使おうと思います。結構個室みたいになってるんだな。日本のタクシーは基本的に
こんな感じで上が空いてるなんてことはないんで珍しいですよね。左側の車線を走行するというところは日本と一緒のようです。全く知らない土地なので遠回りとかされたら困るなと思って一応見ていたんですが、そんなことは全くなく信用して良さそうです。車は原っぱの中を通っていきます。このね、左側の方見たらちょっと見えにくいんですが、木々の隙間から向こう側にお城があるのが見えます。見えました。これがウィンザー城です。到着しました。こちらがウィンザー城です。イギリスにはこんな感じで王朝が変わっていった歴史がありまして、このテューダー朝、スチュアート朝、ハノーバー朝というふうに書いてあるのがまあ順番なんですけれど、このスチュアート朝ですね、これがですね断絶したことによりましてハノーバー朝といった王朝が始まります。そのハノーバー朝を作ったのがこのジョージ1世です。かつてヨーロッパにはこんな感じで神聖ローマ帝国といった帝国があったんですが、この帝国の皇帝を選挙で選ぼうということを決めていました。7人が集まって、次の皇帝はこの人だみたいなことをしてたんですね。でその7人で選ぶ中の1人が先ほどのジョージ1世です。つまりハノーバー朝というのはイギリスの王朝が途絶えたことによりまして、ドイツ周辺にいたジョージ1世を呼んできてイギリスで作られた王朝です。そのような経緯がありますので、ハノーバーとはドイツ風の発音をする名前でした。しかし第一次世界大戦が起こりますと、イギリスとドイツは敵国同士になります。というふうになりますと、ハノーバーっていうドイツ風の名前は良くないぞという話になるんですね。ということでドイツ風のハノーバーといった名前はやめて、現在僕がいるこのウィンザーという地名ですね、ここに王宮がありましたのでウィンザー朝と名乗るようになりました。つまり王家が交代したわけではなく王朝の呼び名が変わっただけで、このウィンザー朝が現在でも存続しています。さすがにね、行動する時間が早すぎたようで、営業開始時間が10時って書いてあるんですね。現在時刻が8時。さすがに2時間はな、待ってたらもったいないよな。ということでちょっと散歩してからもうロンドンに行っちゃいましょうか。あそこに名前書いてあるな。この銅像はビクトリア女王の銅像です。ビクトリア女王というのはハノーバー朝の女王で、イギリスが最も繁栄していた時代の女王です。18歳で女王になったビクトリア女王は大英帝国繁栄の時代を作り上げていき、確か9人くらいの子供がいたと思うんですけど、その子供たちをヨーロッパ各国の偉い人に嫁がせて、もうヨーロッパは親戚、そんな感じにした人物です。せっかくここまで来たんでね、なんか飲んでいきましょうか。ラテが 3.5 ユーロ。イギリスはユーロじゃないですね、ポンドでした。 3.5 ポンドは日本円でいくと640円。まあそんなもんでしょう。内装はね、なんだこれ、駅なのか、もしかしたら駅があったのかもしれないですね。こっちにプラットフォームっぽいと言われてみれば、いやこれ構造的にどう考えても駅なんですけどね。あっち行ったらなんか線路の跡とかあるんじゃないですか。とりあえずはまず休憩しましょう。カフェラテを飲みながら確認していたんですが、もう真横にこんな感じで駅っぽいものがあるんで、昔の駅舎はここまで列車を通過させていたんでしょうね。あーやっぱり残ってそうだな。あれは蒸気機関車っぽいぞ。綺麗に残ってるなと思って、あそこにね解説看板があったんで見に行ったんですが、多分これは昔の姿なんだと思うんですけれど、こっちにね日本語があったんですよ。上の方はちょっと難しいことが書いてあって僕は分かんないんですけれど、この17メートルもの長さの素晴らしい機関車は王室列車の6両の新客車を牽引するために特別にザ・クイーンと名を改めました。つまり王室列車を牽引していた、そんな列車だそうです。横にはザ・クイーンと書かれています。残ってるもののすぐ横には現在も列車が通っているようで、ここからロンドンの方に向かっていきます。ここに地図がありましたので確認してみると、タクシーで来たのはこの道です。でこの道を通ってウィンザー城の目の前で降りて、でこの周辺をぐるぐる回ってウィンザー城を見て回りました。で中に入っていきますと、ここですね、ウィンザーロイヤルショッピングと書かれています。ここの中にコーヒー屋さんがあったので、ここでコーヒー屋さんを飲んだら、あなんか駅っぽいぞと言いながらこっちの方に歩いてくると、まあ、実際に駅があったということですね。日本ではあまり見ませんが、このように海外の電車は充電することができます。ヒースロー空港が近いので、このように飛行機を目にすることも多いです。
屋根は基本的に煙突があるんですね。イギリスを舞台にしたメリーポピンズという映画を思い出しました。日常的な風景で、やっぱり海外で見ることがファンタジーに感じます。こちらロンドンの中に到着した様子。移動してきて到着しましたのがこちらバッキンガム宮殿です。このバッキンガム宮殿は現在も現役で使われている王宮でして、もしもここに国王がいる場合はあそこの旗に王家の旗が掲げられていますが、今はイギリスの国旗ですね。なので現在王様はここにはいらっしゃいません。このバッキンガム宮殿の目の前にいらっしゃるこちらの像が、先ほどもお見せしましたがヴィクトリア女王です。彼女はできたばかりのバッキンガム宮殿に即位してすぐ入って、ここで統治を行っていきます。上の方に金色に輝いているのは同じ名前の勝利の女神ヴィクトリア。ヴィクトリア女王がここに移り住んで以降、現在に至るまでずっとイギリスの王宮として活用されています。毎日午前11時に王宮を守っている衛兵たちが交代する儀式があるそうなんですが、現在それが執り行われている最中のようです。日本人である僕にとっては、歴史的に見てもイギリスという国は日英同盟を結んでくれた国なので結構思い入れはあります。おそらく皆さんもそうでしょう。どうやらちょうど交代式が終わったようです。この楽器バグパイプというんですが、イギリスを代表する楽器です。初めて本物見た。他にも個人的な話にはなりますが、僕は数年前まで1年間くらい、イギリス人の人とルームシェアをしていたという経験がありますので、まあ、そういった点でもなんか親近感を持つ国です。このバッキンガム宮殿の反対側を見てみますと、こちらには大きな通り道があります。地面の色を見てみると赤色になっていまして、これはレッドカーペットを模して作ったものだからです。この道の名前ザ・マルと呼ばれるそうなんですが、この道をずっと向こうに進んでいきますと有名なトラファルガー広場があります。日本にも皇居の目の前に行幸通りといった道があり、東京駅につながっていますが、多分あれと似たような感じなんでしょう。ザ・マルの横の歩道を通ってトラファルガー広場に向かっていきます。今ふと横の方を見たら、人生で初めて見ました。あれがビッグベンですね。すごい。歩いてきたらアドミラルティアーチといった、ヴィクトリア女王を称えて作られた門があります。かつては政府の庁舎だったらしいんですけれど、現在なんか工事中でして、でインターネットで調べた感じだとこれがホテルになるそうですね。こんな場所に泊まるってものすごいな。そしてこのアドミラルティアーチを通り過ぎた向こう側にありますのが、この広場をトラファルガー広場と言います。この広場は何かと言いますと、イギリスがトラファルガーの海戦に勝利したことを記念して作られた広場です。トラファルガーの海戦というのは大体どこで起きたかと言いますと、この辺りですね。この辺りでフランス・スペイン連合艦隊とイギリスの戦艦が戦った戦いです。そのトラファルガーの海戦でまさに命をかけてイギリスを守り戦った、そんな提督がここにいます。ネルソン提督です。彼はその海戦までに右手を失っていましたので、このように右手がありません。ちなみに右目も見えなかったんですけれど、それはここからは分かりませんね。この広場の向こう側にありますのが、ゴッホのひまわりがあることで有名なナショナルギャラリーです。入場料は無料らしいんですが、撮影は禁止とのことなので今回は行きません。このトラファルガー広場から見渡してみると、あちらの方角にはビッグベンが見えます。次は向こうに向かっていきましょう。ロンドンの心臓部ということもあって、やっぱり交通量がものすごいですね。今何気なく進んでたんですが、これ多分ねイギリスの海軍本部なんですよね。イギリスはご存知の通り島国なので、この海で、敵を入ってこないようにするというのはすごく重要です。当時のイギリス海軍は世界最強ということで知られていまして、日本も同じ島国としてこのイギリスの海軍をお手本にして日本の海軍を作っていったという歴史があります。そのようにイギリスの海軍は強かったものの、逆に陸軍はそんなに強くありませんでした。かつて陸上で一番速かったのは馬だったので、まあ、馬と船であれば船の方が速いということで、その海軍を補強するという考えで良かったんです。
その状況を変えたのが鉄道の誕生でした。鉄道が生まれると陸上の移動手段はめちゃくちゃ速くなります。ということで、その鉄道をうまく使ったのがここにあるドイツでした。大きな陸軍を持っていなかったイギリスはドイツの台頭によりヨーロッパの中での影響力が下がってきます。そこでイギリスはそれまでの外交方針である公英ある孤立、それを捨てて同盟を結んでいくようになります。日本人としては日英同盟が一番頭に残っているかと思いますが、イギリスはロシアとフランスと協調関係を結び、そしてロシア、フランスはもともと同盟を結んでいましたので、第一次世界大戦の連合国側の陣営が出来上がります。こうしてドイツはイギリス、フランス、ロシアに囲まれてしまうのです。ドイツはもともとオーストリア、ハンガリー帝国と先祖が一緒みたいな、そんな感じだったので、この2つは同盟を結んでいました。ということで同盟国と連合国が戦うようになるんです。そうやって始まった戦いが第一次世界大戦です。ここにある石碑は何かと言いますと、その第一次世界大戦で死んでしまったイギリス側の人々をここに弔っている、そのような石碑です。第一次世界大戦ではこれまでの先進国は経験したことがないような規模の死傷者が発生しました。その慰霊碑がこれなんですが、後に第二次世界大戦が起こりますので、その後にはその犠牲者も含めて再び祀られます。おそらく日本で例えるとすれば靖国神社のような神聖な場所がこの石碑です。聞いた話によりますと、この石碑の横を通るときに軍人さんは敬礼をして通るというふうなことを聞いたことがあるんで、通るかなと思ってちょっと待ってたんですけれど、まあ、一向に通らないので先に進みましょう。見えてきましたのがこちらビッグベンです。確かこれは国会議事堂ですよね。もともとここにはウェストミンスター宮殿といった宮殿があったのですが、東京が明暦の大火で生まれ変わったように、このロンドンも大火によって生まれ変わっています。その際に作られたのがこのビッグベンです。このどこを歩いてもゴテゴテのゴシック建築が見えるっていうのがすごいですよね。見ているだけで圧迫感が伝わってくるようなこのゴシック建築ですが、まあおそらくそれが正しい認識であって、たくさんの人々がこれを見て、ああもうイギリスにはかなわないなと、そんな感じで思えばいいだろうというふうな意図があって作ったんでしょう。建築に関する知識が全くなかったとしても、これを見てね、何も感じない人間はいないでしょう。このウェストミンスター宮殿の近くに石像があります。こちらのお方誰かと言いますと、下の方に名前が書いてあります。ジョージ5世です。1910年から1936年が在位期間。この1910年、その4年後に第一次世界大戦が始まっています。つまりこのジョージ5世は第一次世界大戦期間中にイギリス国王だった人物です。先ほどウィンザー城にいた時に説明しましたが、そういった理由もありましてジョージ5世がウィンザー城の初代君主です。ちなみに彼の息子が英国王のスピーチで有名なジョージ6世で、このジョージ6世が第二次世界大戦時の国王、そのジョージ6世の娘にあたるのが昨年崩御されたエリザベス2世です。そんなエリザベス2世の国葬が行われたのがここにありますウェストミンスター寺院なんですが、多分これは裏側なのかな。多分ここが正面で入れないようになっていますので、向こうが入り口なのかな。あっちから歩いている人がたくさんいます。このウェストミンスター寺院の横を見てみますと説明が書いてあります。訪問者の人々、ようこそおいでくださいましたこの美しい教会へ。現在の建物は1523年に作られました。これは3つ目のものですと書かれています。受付は3時半まで。今は入れますので行ってみるけど、予約がいるのかな。皆さん何か携帯を持って見せているので、おそらく予約がいるんでしょう。ネットで調べてみたら予約がいるようで、一応当日券もあるようなんですけれど、もうね売ってないんでしょう。次に売ってあるのは明日と書かれています。明日はね用事があるので今回は入らないでいいかな。歴代の国王がここで戴冠式を行っているという格式高い場所です。イギリスに来てまだ何も食べてないし、飲み物も飲んでいませんので、何か探しに行きましょうか。地図を見る限りではオレンジ色のものがこの周辺になくって、まあ、ここにちょっとあるけど、集まってるのはだいたいこっちの方なんで、トラファルガー広場の方向に戻っていけばご飯食べる場所があるのかな。ということで先ほど来た道を戻っていきます。さてトラファルガー広場に戻ってきましたが、何食べようかな。地図でオレンジ色になっている部分に向かってきたところ、こんな感じで多分商業的なエリアになってるんでしょうね。いろんな人がお土産を買っているような場所でしょうか。
イギリスに来たからにはとりあえずねフィッシュ&チップスを食べておけば間違いないだろうと思ったのでここに来ました。初めて見たんですが魚がこんなにでかいんですね。多分これはケチャップが入ってるんでしょうね。やっぱそうだ、フィッシュ&チップス初めていただきましたけど結構お腹にたまるんですね。そして現在何しようかなと思って歩いているんですが、ちょっとね今回の動画の第一次世界大戦というテーマからは外れてしまうんですが、まあ、イギリスに来たからにはちょっと行っておきたい場所としてチャーチル博物館、チャーチル記念館、そういったものがあるんですよ。なのでねそこに入ろうかなと思ったんですが、今日は赤くなっていて今はオンラインで予約するのは遅いと書いてあるんで、現地に行けば入れるのかなと思いながら歩いているところです。第一次世界大戦の頃チャーチルは海軍大臣でした。しかし、ガリポリ上陸作戦という作戦があったんですが、それで惨敗してしまって結局は辞任しています。しかしその後チャーチルは第二次世界大戦の時に首相を務めています。その際にここチャーチルウォールームスと書かれてますね。この部屋でチャーチルは指揮を取っていたそうです。これは多分左側にバイチケットって書いてあるんで左側に並んだら買えるのか。さてホテルに戻ってきまして、現在の時刻は20時23分、まだ夕方になったばかりですが東京はもう4時23分です。しかし今寝たらね明日以降がきついんで頑張ります。ということで夜の9時36分まで起きていたんですが、緯度が高いこともありましてこんなに空が明るいです。とにかく寝ましょう、おやすみなさい。おはようございます。日付が変わりました。本日は7月8日の土曜日です。今日行きたいなと思っているのは帝国戦争博物館といった場所で、これが10時に開くそうです。まだ開きません。なのでそれまでは自由時間ですが、明日以降どうするかということをさっき考えていたんですが、明日以降はとりあえずサラエボに行こうと思っています。つまり本日はこのイギリスのロンドンを見て回った後に飛行機で一度こっちのイスタンブールに行くのかな、イスタンブールに行った後に深夜で乗り換え、その後サラエボに向かっていきます。10時に開く帝国戦争博物館というのはここにあるので、まあ全然ね時間は今7時45分ですからあと2時間くらいあるから歩いていきましょうかと思ったら、歩きだったら1時間27分かかるのか。さすがにこれは交通機関使ったがいいな。ということで乗車しますのが赤がトレードマークのロンドンの2階建てバスです。これちょっと注意すべきことが、今僕カード持ってると思うんですが、このカードを持っていないと乗ることはできません。まあ、日本と同じように左側車線を通りますのでここは違和感がないですね。そして日本と同じようにバスレーンもあります。割と精度としてはそんなに違和感がないなという印象です。しかし結構な頻度でこのようなオブジェというか記念碑というかそういったものがたくさんあります。これは何なんだろうと思って見てみると1769年からというふうに書いてあったので、おそらく何かの戦いを記念したんでしょうと思って調べてみると、ウェリントンアーチというそうで、これはワーテルローの戦いを記念して作ったもんだそうです。そしてやってきましたのがロンドンの中心部、前方の方に見えている観覧車はロンドンアイと言いまして、ランドマークの一つとなっています。右側にありました教会がウェストミンスター宮殿で、もう木に隠れてしまいましたがビッグベンも見えていました。こちらに見えているのがビッグベンで、その右側にあります広場に像がいっぱい並んでいるんですが、一つ有名な像がここにある像、こちらが昨日行ったチャーチル博物館のチャーチルの銅像です。旅行中に天気に恵まれたのが良かったです。昨日この周辺を通った時にはもう観光客がめちゃくちゃいたんですが、今はいないですね。おそらく朝の時間にこの周辺を観光するのがおすすめとなります。今から渡っていきますのがロンドンで最も有名な川、テムズ川です。今向かっているのが南側の方角になるので、現在見ているこっちが西側の方角、西側が上流です。テムズ川を渡りましたので、そろそろ目的地に近づいてきています。ウィル用のボタンを押したつもりがどうも反応していなかったらしく、1個次のバス停に
あそこの角に何かやってるお店がありそうなんで、もうどこでもいいのであそこにしましょうか。適当に入ったお店ですが、結構ね雰囲気も良くて、ちょうど食べたいと思っていたイングリッシュブレックファーストがありましたので、それを注文しました。なんでかは分かんないんですが、シェイクみたいな感じがする。多分氷がちょっと砕かれてるのかな。こちらがイングリッシュブレックファーストです。一応メニューの名前ではトラディショナルというふうに書いてあったんで、まあ伝統的な形がこの形なんでしょう。ソーセージとベーコンとパンと、これなんだ、卵か、いやポテトかと、芋と目玉焼きと、なんだこれは、キノコかな。どうやら構成している食事に関しては結構お店によって違いがあるらしく、このようになんかいろんなものが入ってますよとウィキペディアには書いてあります。産業革命以降、イギリスではこの労働者たちがたくさん働くようになっていきます。で、ビクトリア朝っていうのは、あのビクトリア女王の頃ですね、ちょうど、イギリスが一番栄えていた頃、その頃に一般的に知られているフルブレックファーストが成立するというふうな歴史があるようです。実際にイギリスに住んでいる人がどれくらい食べているのかは分かりませんが、何にせよ伝統的な料理です。すごく美味しかったです。日本人は多分好きだと思いますよ。イギリスのご飯は美味しくないという噂は僕も聞いたことがあったんですが、全然ねそんなことはなく、イギリスに来て食べた料理は全部美味しいです。適当に入った街角のカフェでも美味しい朝ご飯を食べることができます。まだ時間は9時2分だから1時間くらいありますが、まあ行ってもいいでしょう。近くにいて待っときましょうか。さて見えてきました、こちらがインペリアル・ウォー・ミュージアムと書かれています帝国戦争博物館です。海外の博物館にありがちなんですが、ここにね入場無料って書いてあるんですよ。すごいですよね。で、空いてるのは10時から6時というふうに書いてあります。これは12月の24から26はクリスマス期間中で閉まってるんですね。今回のイギリス旅行の中で僕が一番楽しみにしていたのがここです。正面にあるこの2門の大砲は第一次世界大戦中に作られたものです。ちなみにこの建物ですが、もともとは精神病院だったそうですが、それを再利用して現在第一次第二次世界大戦の戦争に関することを、展示している博物館になっています。多分第二次世界大戦以降の戦争に関しても取り扱ってるんじゃないかなというふうに推測しているんですけれど、まあ、中に入ってみないと分かりません。この裏側に回ってきたらこんな感じで説明が書いてありました。イギリスの15インチの、海軍の、主砲というふうに書いてあるのかな。で、1914年にこの15インチの主砲は最も新しく最も大きくそして最も強いものでした。それは何の話かと言いますと、イギリスの海軍の戦艦で使われている中での話ですというふうに書いてあるんですね。で、とても大きなこの、ガンですが、これは1912年に開発されました。何のために開発したかというと、新しく作られるクイーンエリザベス級の戦艦のために作られました。そして、それは主砲として22の船に搭載されていますと。実際にこの主砲はギリシャトルコ戦争に使用されたと書かれていました。他にもノルマンディ侵攻とか、これはまあ日本人でも聞いたことがあるかなと思うんですが、ノルマンディ上陸作戦の際にも使われたそうです。時刻は9時20分、あと40分間ありますので、なんか周囲は公園になっているからこの辺りで待つことは全然できそうですね。時刻は9時57分です。もう開演時間が間近ということで、人々も集まってきているのが見えるかと思います。そんでね、今左側見たら多分これはベルリンの壁の一部なんじゃないかな。書いてある。どうやら合っていたようです。ここにベルリンの壁と書かれています。高さとしてはまあこのくらいかなと思っていた感じなんですけれど、この厚さがね、こんなに薄かったんだと、そういった印象です。どうやら開いたようで皆さん動き始めています。入ったらこんな感じでね、大きな吹き抜きになっていまして、これは第二次世界大戦の時にイギリスが活用した飛行機な気がするけど合ってるかな。で、日本人としてはここにね日本の飛行機というか爆撃機というか、まあ、特攻用の飛行機ですかね、確か桜に花と書いて桜花と読んだはずですが、それがここにあります。
もうこれは爆弾に翼が生えたそのような形をしています。これですね、オーカと書かれていまして、オーカは日本海軍が太平洋戦争中に開発した特殊滑空機、特攻兵器として開発され実戦に投入された。ちょっと今回はね、第一次世界大戦なんで詳しくは扱いませんが、これがこんなイギリスにあるのか。この吹き抜けに展示されているものたちは、まあ、見た感じ結構第二次世界大戦に関連するものが多いようです。しかし中には第一次世界大戦の展示もあるようで、これは実際に使われたものです。現在僕がいるのが0階、イギリスではグランドフロアというそうなんですけれど、まあ、日本でいうところの1階にあたります。イギリスでは2階のこと、ちょっと分かりにくいな、イギリスでは、日本の2階のことを1階と呼んでいるようで、こんな感じで日本人的にはちょっと理解しにくい構造になっていますが、何にせよ今から皆さんにお見せするのはこのファーストワールドウォーギャラリーズです。他にもこの博物館では第二次世界大戦やホロコーストの歴史なんかも取り扱っているんですが、動画的にここら辺も扱っていたらわけが分かんなくなりそうなんで、今回はこの第一次世界大戦のみを紹介します。ということで第一次世界大戦の展示エリアに入っていきます。こんな感じで当時の人々がどのような生活をしていたのかがここで確認できます。女性の社会進出の話について書かれていたり、当時の教育がどのくらい普及していたのかについて書かれていたり、これは、平均寿命ですかね。昨日もお話しした通り、イギリスは島国ですので、いろんな国からの輸出輸入に頼っていました。これは商船ですね。このような船を使ってかつてのイギリスはたくさんの物資を運んでいたのです。またこの頃のイギリスといいますと、大英帝国が最も繁栄していた時期ですので、世界各地に植民地を持っていました。そんな時に人々を乗せて各植民地に植民を送り出していったのです。これが郵便船といいまして、まあ、郵便であったり、あとはお客さんを運んで、まあ、その場所に連れて行き植民地にしていく、そのような活用をされていました。第一次世界大戦が起きたのは1914年です。そのちょうど10年前、1904年に日本は日露戦争を経験しました。日露戦争は日英同盟を後ろに持った日本とロシアが戦った戦争です。その日露戦争の日本海海戦で戦艦ミカサが東郷平八郎の指揮のもと大活躍をしたという話を知っていると思うんですけれど、これね、どこが作ったかと言いますと、イギリスが作ってるんですよ。対するロシアが使っていたツェザレビッチという戦艦はどこで作ったかというと、フランスで建造された、そういった船です。日本人としては日本とロシアの戦争のように感じるんですが、まあ、もちろんそれはそうなんですけれど、まあ、言い換えてしまえば日本が持っているイギリスの戦艦とロシアが持っているフランスの戦艦、どちらの方が強いのかという話をする戦争でした。そして皆さんご存知の通り、日露戦争に勝利したのは日本です。つまりイギリスの戦艦の方が優れているということが確認されたわけです。その後イギリスは日露戦争を詳細に分析していき、大きな戦艦に大きな大砲を乗せた方が強いということが分かりました。ということでイギリスはドレッドノートという戦艦を作るんです。ドレッドノートの登場はドレッドノート革命と呼ばれているそうで、ものすごいことでした。これはつまり戦艦の世界でドレッドノート以外か、もしくはドレッドノートか、そんな感じでもう格段の地位を築き上げたんです。ちょっと分かりやすいように図で説明しますが、これ何の図かと思いますと、ミカサと書いてあります。つまり日露戦争で活躍した日本の戦艦、イギリスが作っています。で、主砲を見ますと1、2と、そして3、4というふうに4門の主砲がついています。で、攻撃する場合はだいたい横を向いて攻撃するので、こっちの左側ですね、左側の方向に攻撃する場合は4門が一斉に攻撃ができる、そういった状況です。対してこちらがドレッドノートの図なんですけれど、ご覧の通りもうね、ミカサとは全然違います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と合計で10門積んでいるわけです。で、片方しか攻撃はできませんので、まあ、上の方を攻撃するというふうになりますと、これは使えないわけですよ。で、数えてみると1、2、3、4、5、6、7、8と8門ですね、8門一気に攻撃することができるわけです。つまりミカサの2倍です。ここにある模型がドレッドノート級なんですが、1、2、3、4、5、6、7、8と主砲がこっち側に向けれるようになっています。そういうこともありまして、
このドレッドノートの登場は戦艦の歴史を大きく変える発明でした。イギリス、ドイツ、ロシア、オーストリア、ハンガリー、フランス、1871年からヨーロッパのパワーバランスは変わっていきました。新興国のドイツはますます野心的になってきます。1882年、三国同盟がドイツ、オーストリア、ハンガリー、イタリアの間で形成されます。1894年、フランスとロシアがライバル同盟を締結。1909年、イギリスはかつての敵フランスと手を結びます。同様にありえないと思われていたロシアとも1907年に手を組みます。ヨーロッパは分断されました。植民地紛争をめぐって2つの権力ブロックの間で緊張が高まります。大国は軍隊を強化し拡大したのです。セルビアはロシアの支援を受けてバルカン諸国間の戦争から強くなりました。隣の国のオーストリア・ハンガリーは脅威を感じています。1914年までヨーロッパは緊張していましたが平和でした。A Serbian-backed terrorist known as the Austro-Hungarian Regime. One month later, Austria-Hungary, with German encouragement, declares war on Serbia. Other powers intervene, taking sides against each other. Russia decides to stand up for the Serbs. Germany backs its only reliable ally, Austria-Hungary. These powers are willing to risk war to defend or extend their own national interests.ドイツという国は西側にはフランスという国があり、東側にはロシアという国がありましたので、まあ、両方に敵を抱えているという状況でした。でドイツはどうしたかと言いますと、まず最初に西側のフランスを倒して、でフランスをやっつけた後に東側のロシアをやっつけるという作戦を取りました。第一次世界大戦以前の戦争といえば、基本的にはこのように突撃を繰り返して敵を倒していく、そんな戦争でした。しかし時代が進んで軍備も拡張され、技術が向上するとそうはならなくなります。少し待ちましょう。もはや突撃の戦争ではなくなっていたんです。兵士として戦場に向かった人々は英雄になって帰ってくる、そんなことを考えていたそうですが、もはやそんなことはできない状況になっていました。機関銃や大砲の発達により戦争の形は大きく変わっていたのです。先ほど言った通り、ドイツはまず最初にフランスを狙ってやってきます。というふうになりますと、こっちの西の方向に進んでくるわけです。当時このベルギーという国は中立国だったんですが、ドイツがこのベルギーに侵攻してきます。するとそれを見たイギリスはそれを口実にドイツに宣戦布告、こうしてイギリスが参戦しました。当時のイギリスは海洋国家だったので陸軍の徴兵制というものはありませんでした。なのでこのように志願兵を募ったそうです。そうやって集まった志願兵はこのイギリスから海を渡り、フランスの味方をしてこのベルギー周辺で戦っていきます。他にもイギリスの植民地からもたくさんの兵隊が参戦していまして、これはカンガルーがありまして、上の方にはオーストラリアと書いてあります。これはオーストラリアからたくさんの人々が参戦したということでしょう。そして横の方を見ますと、こちらにはカナディアン、これはカナダですね。こちらにはディギングと書かれているんですが、ディグというのは土を掘るという意味です。ここに書かれていますが、イギリスの歩兵は皆穴を掘るための道具を持っていた、そのように書いてあります。多分これがそうなんでしょう。フランスの領域内に入ってきたドイツ軍でしたが、
フランスとドイツで戦った結果、最終的にこの周辺で食い止めることに成功します。そういうふうになりますと、ここで戦線は停滞していき、ここに穴を掘っていくんです。それが塹壕です。最終的に塹壕はここにスイスという国があるんですが、これですね、ちょっとここだったら名前が見えないな。このスイスから海の方までずっと続いていくというふうに長い塹壕が出来上がります。その様子がこちらなんですが、今スタートと押したらですね、こっちの方に青い線と赤い線が伸びていってるのが分かるかと思います。これが塹壕がどんどん伸びていった様子を表しています。塹壕というのはこのように穴を掘ってカクカクカクと曲がってるんですね。日本のお城でも同じような作りをしていますが、向こうから敵がやってきても分かりにくいようにしているわけです。目線を合わせてみるとこんな感じで、ここにちょっとボコってした部分があるんですが、これは足を乗せて向こうの方を偵察するようです。で、この塹壕を右に曲がっていったらどこに行くかと言いますと、連絡用の通路がありまして、こっちに最前線の塹壕があります。だからおそらく敵は向こう側にいたんでしょうね。このように塹壕を掘ってしまったら防御側が有利になって、もうね、攻め込んだら負ける、そんな感じになってしまいます。つまり戦線が停滞するわけです。そこで思いついたのが、塹壕ごと敵を爆発させてしまおう、そういった戦い方でした。これは塹壕を再現しているようなんですけれど、こんな感じでここにこうやって足を乗せるんですね。で、ここに乗って向こう側を偵察するんですが、まあもちろんですが頭を出したら撃たれますので、このように鏡を使ってるんですが、見えますかね、鏡で反射した光がこの鏡に映り、から向こう側の様子がこんな感じで見れるという風な、そういった偵察用の道具がたくさん登場します。そんな感じでドイツとフランスのこちらが西側の戦線だから西部戦線というんですが、西部戦線が停滞していきます。まあ、同じように東側のロシアとの戦いで東部戦線というものもあるんですが、そっちもまあ似た感じで停滞してしまいます。だから戦争は一時ここで膠着状態に陥るんです。イギリスにある博物館ということもありまして、まあイギリスの戦争をメインに扱っていますね。だいたいイギリスは陸軍はこの周辺で戦っており、そして海軍はこの周辺で戦っています。ここに書いてありますが、海での戦争は残酷なブロックの戦争だったというふうに書いてあります。どういうことかと言いますと、イギリスの相手国はドイツです。ということでドイツは海を通って物資を運んでいく必要があったので、この周辺とこの周辺2つをイギリスが塞いでしまったら、もうこっちのドイツの方には物資が運ばれないだろうということで、まあ、日本風に言うと兵糧攻めを行ったんですね。このような機雷を海に仕掛けて、そこを通った船がこれに当たると爆発する、そのような状況を作っていたのです。戦争には鉄や食料などたくさんの物資が必要です。その補給路を断たれるというのは大きな痛手になりました。ということでドイツは海でイギリスに戦いを挑み、その海上封鎖をやめさせようとします。その海戦をニュートランド沖海戦と呼ぶのですが、たくさんのイギリスの戦艦を沈めることには成功したものの、その経済封鎖を解くことはできていません。停滞する戦況を大きく変えるのではないか、そう考えられたのがこの戦車でした。第一次世界大戦は世界で初めて戦車が実用化された戦争です。この戦車の真下には塹壕が再現されていまして、実際に歩くことができます。当時の兵士がどのような視点で戦争を行っていたかが追体験できるわけです。塹壕はこのくらいの幅があったそうなんですが、この戦車見たら分かる通り、もうね、塹壕なんか普通に通り抜けてしまうんです。塹壕から出た先にはこのように鉄条網が置いてあったんですが、戦車であればこの鉄条網も踏みつけてどんどん前に進むことができました。人間と人間の戦いだった戦争はもう終わって、こんな感じで機械を使って人間を殺戮する、そんな戦争が行われ始めたんです。第一次世界大戦の時にはこれまでの戦争とは全く違う形の戦争が始まっていた、そういったことが分かる展示です。これ細かいところ見てたら時間間に合わなくなるな。イギリスの博物館ということもあって、全体的な戦争の説明はあんまりされていない印象ですが、まあ、イギリスに関する説明はたくさんありました。今回映像では撮影していない部分もたくさんありますので、実際に足を運んでみると面白いと思います。博物館をあらかた見終わったんですが、外に出てきたらこんな感じで結構雨が降ってるんですよね。
まあ、小雨ではあるんで全然移動はできるんですが、どうしようかな。次は飛行場に行って飛行機に乗るんですが、ここから飛行場までどのくらい時間がかかるんだと思って見たら、だいたい1時間半くらいですね。飛行機はこの時間なので、まあ、その1時間前くらいには飛行場にいたい。じゃあ移動していって1時間半で、まあ、間の余裕の時間っていうのが1時間くらいかな。結構皆さん傘差していませんし、歩いていたら止むでしょう。結局止んではいないけど、まあ、このくらいの雨なら全然大丈夫かなと思えるくらいの雨でした。それではロンドンに別れを告げて次の場所に向かっていきます。空港に行く途中の路線変更で乗り換えの途中なんですが、どうやらここから先カードが使えないようで、一旦ここでチケットを買わないといけないようです。で、実際今並んでるんですけれど、結構早めにね、空港に行くような移動をしておいた方がいいでしょう。現在僕がいる駅は広い意味で言えばロンドンの中といっても差し支えないんじゃないかな、そのくらいの場所にあるんですが、今から電車に乗ってもう完全にロンドンの郊外に向かっていきます。スタンステッド空港に到着です。時刻が15時30分、まあ1時間15分前なんで大丈夫でしょう。これですね、ペガサスエアライン。あんまり時間がないのですぐに行ってくださいというふうに案内されました。この空港免税店エリアがめちゃくちゃ長いので早めに来たがいいですね。5分くらい歩いてやっとシャトルの乗り場に着きました。どうやらゲートが変更になっていたようで、1番ゲートに到着です。まあ、ここまで来れば乗り遅れるなんてことはないでしょう。ちなみに今から向かいますのはサラエボといった場所です。サラエボはボスニア・ヘルツェゴビナといった国の首都なんですが、これですね、この三角形の国、このボスニア・ヘルツェゴビナに向かうためには一旦別の国を経由しないといけません。今からイギリスを出発しまして、こちらイスタンブールという場所に行きます。ここで一晩過ごした後に明日の朝になってからかな、こちらのボスニア・ヘルツェゴビナに向かうということになっています。それでは次の国に出発です。見たことない言語が書かれていますが、これはトルコ語です。今回利用しましたのはトルコの航空会社ペガサス航空さんです。それではイギリスに別れを告げてトルコイスタンブールに向かっていきます。またイギリスを訪れる機会があったらいいなと思います。これ以降は疲れていましたので寝ていました。思っていたよりも早くイスタンブールに到着しました。中東とヨーロッパは意外に近いです。今回は乗り換えだけですが、そのうち訪れたい都市の一つです。ということでトルコイスタンブールに着いたんですが、飛行機はまだまだ先です。フライトは明日の7時25分なので乗ってすらいません。なんか寝る場所とかシャワーの場所とかがあるそうで、こっちは無料なのかな。時間はたくさんありますのでちょっと探検してみましょう。結構いろいろありそうなんで乗り換えで暇になるということはなさそうですと思ったけど、結構いろんなお店がどんどん閉まっているので、やっぱ夜の間にやってる感じではないそうですね。結局たくさんあるお店は閉まったので、このようにカプセルホテルに宿泊しています。現在いるこの場所はラウンジなんですが、あそこは多分飲み物でしょうね。飲んでいいんでしょう。他にもラウンジの中から運行状況を確認できます。 Wi-Fi もつながっていますからね、もう十分でしょう。こちらが自分のスペースです。カプセルホテルを使ったことは何度かありますが、その中でも機能が多い印象でした。これは出入り口を塞いでいるところです。上の方にあるブラインドを下げて、このようにプライバシーを確保します。基本的にカプセルホテルは寝るだけという人が多いので、こんな感じの機能がいっぱいあるのは珍しいんじゃないかなと思いますが、まあ、こういった充電器はどこでもあるでしょう。これが珍しいなと思ったんですが、おそらく空港ならではの機能でした。というのがこちらで、フライトの状況をここから確認することができます。しかし僕の飛行機は明日の朝になってからなので、まだまだ先です。それでは寝ましょう。おはようございます。日付が変わりました。7月9日です。空港の中にあったのは、カプセルホテルなんだけど、普通のカプセルホテルよりはランクが高い、そんな感じの場所でした。おかげさまでしっかりと疲れが取れています。この2階の部分にあるのがラウンジですね。次の飛行機はこちら
ペガサス航空の PC291 サラエボ行き、9時25分に出発なんですが、ゲートの情報は7時55分に出てくるようです。現在時刻が7時7分。まだ1時間くらい待ち時間がありますので、朝ごはんを食べようと思います。せっかくイスタンブールに来たんで、イスタンブールっぽいものを食べようと思ったんですが、別にそんなものはなかったので、とりあえずね、読めない場所に行けばなんとなく知らない料理を食べれるだろうと思いまして、この読めない場所に行きました。なんかよくわからないけど、何を頼んだんだ。ケンタッキーにも似たようなやつがありますが、多分ケバブなのかな、よくわかんない。こっちはポテトですね。なんだこれ、ランチソースって書いてある。なんだろう、日本でいうところのタルタルソースに似ています。さて、ご飯も食べ終わったんですが、出てますかね。まだ出ていませんね。55分なのであと2分間。出ましたね、ゲートは 505-A です。ちなみに僕が現在いるイスタンブールですが、場所としてはこんな感じの場所にあります。で、今この感じだとわからないんですが、もっとズームすると実はここに、海峡というんですかね、海がずっとつながってるのがわかります。こっちの方に行ったらここもつながってるんですね、ぐーっと。で、何を話しているかと言いますと、大体一般的にはこの海峡よりも西側の方がヨーロッパ、この海峡よりも東の方がアジアというふうに分かれている、まあ、アジアとヨーロッパの境界線にあたる場所です。かつてこの周辺にはオスマン帝国といった帝国がありまして、ここにあります地図がオスマン帝国の最大版図です。現在僕がいるイスタンブールはこの辺りですね。で、今から向かっていくボスニア・ヘルツェゴビナ、それは大体この周辺にあります。つまりボスニア・ヘルツェゴビナは昔オスマン帝国の領土だった場所です。第一次世界大戦が始まる前のオスマン帝国というのは力がどんどんなくなっていっている、そんな時期でした。だからこの周辺にあった領土をどんどん失っていきまして、ヨーロッパの人々が住むようになった、そんな時期です。つまり今から向かっていくボスニア・ヘルツェゴビナというのは、まあ、オスマン帝国だった時期もあれば、ヨーロッパだった時期もある、そんな感じの場所です。そんな話を聞いただけでも、いろいろなバックグラウンドを持っている人々が住んでいる、そんな場所だということがわかるかと思います。さて、今回のフライトは朝ということもありまして、周りの風景を楽しむことができます。運よく窓側の席を取ることに成功しました。今回もトルコを代表する格安航空会社ペガサス航空さんにお世話になります。イスタンブールということもありまして、このようにペガサス航空の飛行機がずらっと並んでいます。それでは離陸して向かっていきますのが、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボです。雲の隙間からは海が見えています。トルコは海上の交通の要衝として知られていますので、この海が大変貴重な存在となっているんです。そんな貴重な海の一つが向こう側に見えています黒海です。この黒海をずっと向こうに進んでいきますと、ロシアとウクライナがあります。この上空からトルコとブルガリアの国境が見えています。ここにちょっと線みたいなものがあるんですが、だいたいこの線に沿うような形でちょっとずれるんですけれど、そこが国境地帯です。つまり僕が今見ていたのはこの辺りで、方角はこんな感じ。ブルガリアで盛んな産業というのは農業と工業で、このように現在見えている土地ですが、国土の3分の1は農業に使用されています。作られている農産物としては小麦やトウモロコシが代表的です。少し雰囲気が変わったのがわかるかと思います。これは国が変わったからです。ちょっと正確には分かりませんが、おそらくボスニア・ヘルツェゴビナじゃないかなというふうに思います。飛行機も高度を下げてきました。なかなか日本人がボスニア・ヘルツェゴビナに行こうというふうに思うことは少ないと思いますので、こんな感じで僕が訪れた映像を皆様にお見せするのは結構意義があることではないかなと思います。ということで、真下に見えてきますのがボスニア・ヘルツェゴビナの空港、サラエボ国際空港に到着です。ということで、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ国際空港に到着です。
とりあえず市内まではタクシーを使って移動していきます。これ車の前の方にエンブレムが見えていますが、ドイツのベンツの車が多いなという印象でした。サラエボにはご覧の通り川が流れています。市街地はこの川の両端に広がっているという状態でした。なのでおそらくですが、この川のおかげで発展していったという歴史があるんでしょう。運転手さんに聞いたところ、ここにあった路面電車は現在改修工事中ということで、来月に復旧が完成すると言われました。さて、タクシーで連れてきてもらいました現在僕がいる場所ですが、ここにラテン橋と書かれています。向こうに見えている橋がそのラテン橋です。この現在見えている橋がそのラテン橋なんですが、このラテン橋何が有名かと言いますと、第一次世界大戦が始まったきっかけとなった事件、そのサラエボ事件が起こった現場のすぐ近くにあるということで有名です。サラエボ事件というのは当時のオーストリア・ハンガリー帝国の帝位継承者、まあ、日本でいうところの皇太子夫妻ですね、その2人がこの周辺で暗殺されたという事件です。暗殺を行ったのはセルビア人の青年でした。今日の朝からずっとお話ししている通り、このバルカン半島にはいろいろな民族、いろいろな宗教を、信仰している人々がたくさん住んでいました。でそんな中で、まあ、ヨーロッパの、端っこ、そしてアジアの端っこ、そしてこっちにはロシアがあるみたいな感じで、いろんな国がこのバルカン半島を取り合っていました。というふうになりますと、もうここはね、いろんな人々が入ってきてぐちゃぐちゃになってるんですよ。でそんな中でこのボスニア・ヘルツェゴビナにはセルビア人の人々が住んでいたんです。そんな時にオーストリア・ハンガリー帝国がボスニア・ヘルツェゴビナを併合しました。当時の国境はもう残っていないに等しいんですが、まあ、大体このくらいの場所に、オーストリア・ハンガリー帝国があったんですね。でそのオーストリア・ハンガリー帝国がこのボスニア・ヘルツェゴビナも自分の国の一部にしたわけです。するとここにセルビア人がいっぱい住んでいますので、セルビア人としてはそれに怒ります。お前たちが勝手にそこを、併合してしまったら俺らの仲間がここに残っているんだぞ、そんな話になるんですね。そんな状況のボスニア・ヘルツェゴビナにオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者がやってきたので大変です。これを聞きつけたセルビア人の青年が、よしこいつらを暗殺してやろう、そうやってこのサラエボにやってきました。こちら日本のウィキペディアにあった画像なので、皆さん興味があれば検索してみてください。簡単に説明していきます。こちら1,2,3,4というふうに順番に番号が振ってあります。これは時系列順です。ということで1番ですが、まあ、1番こっちの方向から車がやってきましたということが書いてありまして、その次の2番、このチュムリア橋ですかね、この橋の付近で、一度暗殺者によって爆弾が投げつけられたというような事件が起こっています。ですが、皇太子夫人ですね、皇太子夫人はそれでも無事だったので、予定があったこのサラエボ市庁舎、こちらに向かっていき、その予定を全部終わらせました。しかしこの2番の場所で爆弾が投げつけられた際に、まあ、怪我した人がいたという話だったので、じゃあその怪我した人をお見舞いに行こうという話になりまして、病院の方に向かい始めます。これが3番から4番に行く道順です。で4番に行ったところで道を間違ってしまったんですね。ここにあります画像なんですが、この画像ちょっと縦長になっていますが、本来は横長のこんな感じの画像です。で、現在見ていただいたら分かるように、ここにね車があって夫妻が乗ってるのが分かるんですが、その右側ですね、ここにドームがあり、そしてそのさらに右側に塔があるんですよ。これがね、おそらくこの現在僕がいる地点から撮ったものなんじゃないかなと思えるのがこの光景なんですよね。あそこにドームがありまして、右側に塔があります。つまりあちらの視聴者からやってきた夫妻がちょうどこの交差点の目の前、道を間違える直前ですね、その際に撮られた写真でしょう。向こうの方からやってきた夫妻の車はこの角を間違って曲がってしまい、間違いにここで気づき停車しました。するとちょうどすぐそばにですね、偶然にも暗殺者が立っていたんです。あそこに足型があります。本当に偶然なんですが、ここに暗殺者が立っておりまして、で目の前に止まった夫妻を銃撃、そうやって放たれた弾丸はフランツ・フェルディナンド大公とその夫人2人ともに命中。現場は騒然として、暗殺者は捕まりました。この足跡のすぐそばには石碑がありまして、英語で文章が書いてあります。
ここに書いてある英語を読んでみると、この場所で、1914年の6月28日にガブリロ・プリンツ、あ、これは、暗殺者の名前ですね。その人が暗殺しました。誰を暗殺したかというと、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者であるフランツ・フェルディナンドとその妻のソフィアその2人を暗殺したと書いてあります。だいたいサラエボ事件と言いますと、この写真が一番有名ですので、この視聴者があった場所、現在もあるのかな、そっちの方向に歩いていきます。さっき言ったラテン橋はあのちょっと尖っている橋なんですが、もうね結構すぐ近くにあるんだな。あそこに横島の模様がついた視聴者が見えています。到着しました。こちらがフランツ・フェルディナンド夫妻が死の直前に訪れていたサラエボ視聴者です。つまりこの写真が撮られたのが現在僕が立っているこの視聴者の目の前です。おそらくあの出入り口周辺でしょう。ここに階段がありまして、この階段を降りてきている2人の後ろには丸い柱と四角い柱があるのがわかるかと思います。向こうの方を見てみますと、階段があり、そして丸い柱と四角い柱が見えています。第一次世界大戦後もボスニア・ヘルツェゴビナでは紛争が起きていましたので、その際にこの建物は一度焼失したそうですが、それが再建されたんでしょう。ここに英語で説明が書いてあるんですが、この場所でセルビア人によって犯罪が行われました。いつの話かと言いますと、1992年の8月25から26日の間の夜のことです。ここでは火事が起きています。国家的かつ、大学の図書館であったこの場所ですけれど、200万の本と書類が炎によって消えてしまったというふうに書かれてますね。つまり先ほどお話ししたように、この現在の視聴者は復元されたものです。チケットを買えば中に入れるんだな。飛行機の時間が2時45分なんで、さすがにね、こっから中身見てたら時間なくなっちゃいそうなんで、やめておきましょう。その代わりに30分間くらいは散歩することができますので、サラエボの街並みを確認しましょうか。おそらくこれが旧市街のメインストリートに当たる道だと思います。ずっとお話ししています通り、この周辺はたくさんの民族やたくさんの宗教を信仰している人がいますので、これは何だろう、宗教施設っぽいんだけどな。この建物も建築様式が全然なんか見たことないような、何だろうこれ、何のためにあるんだ、屋根裏かな。面白い建築ですよね。下の方は石でできていて、上の方は木でできているし、こっちはなんだ、瓦、素焼き、テラコッタっぽいな。いろいろと文化が混じっているのかな。だいたいテレビなんかでサラエボの映像が使われるというふうになりますと、この広場の映像を目にすることが多いのではないでしょうか。活気がありますね。いろいろな人種の人がいますが、それは多分観光客であって地元の人々ではないでしょう。おそらく日本人は僕だけに見えます。ボスニア・ヘルツェゴビナの公用語は何なんだと思って調べてみたところ、ボスニア語、クロアチア語、セルビア語の3つらしいです。もうそれだけ聞いてもね、いろんな民族の方がいっぱいいるんだなというふうな感覚になります。とはいえタクシーの運転手の方には普通に英語が通じましたので、まあ英語も通じるのではないでしょうか。なぜかは分かんないけれど、鳩が異常に多くいまして、さっき一斉に飛び立ってすごかったんでね、もう一回見たいなと思って待ってるんですが、どうもなさそうだな。ここにあるのはモスクですね。本当にいろんな宗教の施設がたくさんあります。なんとなく散歩をしていたら、このような感じでサラエボミーティングオブカルチャーというふうに書いてあって、文化の出会う場所というふうに書かれています。こっちの方を見たら、今まで通ってきたトルコ風の街並みが広がっているんですが、じゃあこれをぐるっと反対の方を向いてみると、突然ヨーロッパ風の街並みがずらっと広がっています。サラエボという都市が文化の入り混じっている都市であるということが分かる場所です。どうやらこの川沿いの道で立っていたら、それなりの頻度でタクシーは来るようですね。まあそんな感じであれば、
この周辺でコーヒーでも飲んで空港に行きましょうか。あそこにボスニアンコーヒーと書いてあったんでこれを頼んでみたんですが、コーヒーなのかこれは。なんか聞いたことがあるんですけど、これね確か粉そのまま入ってるんですよ。で上澄みだけを飲むとかそんな感じだった気がするな。どうやら周りを見た感じだとこんな風にかけるっぽいな。どうやって飲むのが正解かは最後までは正確には分かんなかったんですけど、多分これで良かったんでしょうね。すごい、まあ、トルコからは少し遠いですけれどトルコの影響は受けていますので本物のトルコアイスと言っていいでしょう。さて移動の時間とかタクシーを探す時間とか考えたら、まあ、そろそろ空港の方に向かった方がいいという時間でしょう。さて空港に戻ってきました。お金の単位は分かりませんが KM というふうに書かれていまして、なんかキロメーターみたいな感じなんですけれど、それがですね帰りのタクシーは、19だったかな、 19KM で、で行きのタクシーはね 40KM という、行きめちゃくちゃぼってんなというふうに思ったところです。帰りのタクシーはメーターでやってくれてたんで、まあやっぱり海外ではメーターで計算してもらった方がいいでしょう。そして今から向かいますのがオーストリアン航空さんの飛行機に乗ってウィーン国際空港に向かっていきます。地図で確認してみますと、現在いるのがボスニア・ヘルツェゴビナの首都であるサラエボですが、今から向かっていきますのがこちらオーストリアの首都であるウィーンです。第一次世界大戦の時の同盟国側の一つの国であるオーストリアの首都に向かっていきます。パスポートセンターが手動なのは結構最近では珍しいと思うんですが、手動だったので早めに移動しないとね結構時間がかかります。さて初めてオーストリア航空さんの飛行機に乗るんですが、 BGM に注目してください。スピーカーが上の方にあるんですが、ちょっとマイクを近づけてみます。わかりましたね、クラシック音楽が流れてるんですよ。今から向かっていくウィーンは音楽の都ということで、こういった仕様になっているようです。この飛行機で驚いたのが無料で Wi-Fi を使うことができるサービスがありました。後から確認しようと思って確認し忘れていたんですが、多分上の方に飛行機のマークがありますので、移動していったらこのサラエボからウィーンまでのどこら辺を飛んでいるかというのがこの飛行機のマークで分かるんじゃないかなと思います。ということでサラエボ国際空港からウィーン国際空港へと向かっていきます。そしてここ目の前にあった広告というか、なんか物を買う雑誌を見てみると、もうすでにユーロになってるぞというふうに少し感動した場面です。上の方を見たら言語がドイツ語、そうかもうオーストリアだからドイツ語か。飛行機が動き始めました。なかなかサラエボに人生で2回行くっていうことは少なそうなんで、もしかしたらこれが人生最後の訪問になるかもなと思いながら外を眺めている様子です。そんなことを考えながらサラエボを出発。 CA さんがこんな感じでチョコレートを持ってきてくれました。オーストリアにはお客さんにチョコレートを渡すという風習があるのかもしれません。ボスニア・ヘルツェゴビナとオーストリアは結構近いのでフライトの時間も短かったです。ということでオーストリアのウィーン国際空港に到着です。オーストリア国際空港に到着です。おそらく市内に向かっていくにはこの電車マークでしょうね。オーストリアで使われているのは英語ではなくドイツ語です。これは歴史的に見たらドイツとオーストリアは兄弟みたいな関係に当たりますので、そのようにドイツ語が使われています。とはいえチケットを買うための機械なんかは英語対応もしていますので、まあ、チケットは買えました。書いてあることはドイツ語でよく分かりませんが、これ5時3分というふうに書いてあるんで、まあ、多分この5時3分のやつに並んでおけばいいんだろうなというふうな予想です。時間的には今からどっか回って見学するということは難しそうな時間なので、今日はもうホテルに直行しましょうか。すごいなこれ、2階建てになってるぞ。僕が乗るのはどうやらこれらしいです。僕は2等車で安い切符を買ったので、多分このエコノミーに乗ればいいんでしょう。ちなみに世界平和度指数ランキングというものがありまして、2022年の世界平和度指数ランキングを掲載しているサイトがありました。現在僕がいるオーストリアは第5位、
日本が第10位というふうになっていまして、日本よりも平和な国だそうです。日本よりも治安がいい国があるということは、まあ、日本人にとっては驚きなんですが、それでもね、やっぱり海外に旅行しているということを考えると、あまり油断しない方がいいと思います。オーストリアはユーロ圏に入っています。ユーロを共通通貨とし、唯一の法定通貨としている欧州連合（EU 加盟27カ国のうち20カ国の通貨同盟であるというふうに書かれて、ちょっと分かりにくいんですが、まあ、簡単に言うとユーロという通貨が使えるのがこの青い国です。空港からウィーン市内までは 4.4 ユーロでした。現在のレートに変換すると 4.4 ユーロというのは685円くらい、まあまあ安いんじゃないでしょうかと言っていると、列車は出発します。僕が到着したウィーン国際空港はここです。で、ウィーンの市内というのは少し離れているようで、この周辺がウィーンの市街地になっています。すごいな、これ。こんなに広い部屋というのはなかなか日本で見る機会はないと思います。北海道に行ったら、まあこんな感じの景色は見れるんですが、ちなみにヨーロッパにはシェンゲン協定という協定がありまして、この緑色に塗られている国々、この国々を移動しようというふうに考えても、この間ではパスポートがいらないというふうになっています。今のところ僕が考えている予定としては、オーストリアの後はドイツに行って、でドイツの後はオランダやベルギー、そしてフランスに行こうと思っているんですが、これ以降パスポートを使うことはないようです。現在ではそのように緩い国境によってつながっていると言ってもいいようなヨーロッパ諸国ですが、その現在の体制が作られたのは第二次世界大戦以降です。二度の世界大戦を経験したからこそ、現在の平和なヨーロッパの形があります。ウィーンに到着しました。さっきこれに乗っていて思ったんですけど、全然音がしないんですよ。わかります？これ、そんなことある？日本ではこんなに静かなことはないんだけどな。何これ？あ、ここはうるさいぞ。あれで押しているのかな？でも客車がね、全くなんかあのガタンゴトンみたいな音がしないんですよ。なんでそんなことになってるんだろう？継ぎ目がないのかな？あー、そうかもしれない。日本ではありえないことだと思いますが、列車にこれ多分落書きですよね。なかなかいろんな点で日本と異なっているような気がします。他にもこのめちゃくちゃでかい切符なんですが、どっかに入れるのかなというふうに思っていたんですけれど、別に入れる場所もなく確認もされずになんか外に出ちゃった。多分抜き打ちで調査があるんでしょうね。そして本日宿泊しますのは、駅から出てすぐ目の前にありますこのホテル、スターインです。3回連続で適当な場所で寝ていますので、さすがにね、ちゃんとした場所で寝たいと思い、ちゃんとしたホテルを取りました。525は左ここですね。525よっと、おっ、え、でかっ、ん？でかすぎないか。ちょっと待って、ちゃんとした場所と思ったけど、こんなにでかいの。シャワーはやっぱり海外ですので、バスタブはありません。え、これここドアないの？水大丈夫？これ一応段差はあるっぽいんですけど、これ絶対こっち側に跳ねてくるでしょ。そしてベッドは2人寝れるような大きさ、でかいな。キングサイズっていうんですかね、これ。これは窓がありますね。駅の方を向いてそうだ。どうやって開けるの？あ、こうか。あ、え、ん、ん？こっちじゃない。え、すごいな、こっち違うの？皆さん分かります？これなんかこっちにも窓があるかのようにカーテンがあったんですが、別にそんなわけではなく、ここしかなかった。あ、でもいい感じですね、綺麗だ。 EU 圏内は確かこのタイプのコンセントですよね。他にもこっちは、あ、トイレか。トイレでかいな、めちゃめちゃ広い。これは何でしょうね、布団？いや、布団はあそこにあるから全然いらないんだけどな。冷蔵庫の、お、冷蔵庫、冷蔵庫、あ、こっちか。あ、水が入ってる。と、下は何もない。
ドライヤーはついているようです。んどこ製だ書いてる。あ、これだ。スターミックスエアスター、知らないですね。テレビは LG 電気です。結構行動しっぱなしだったんでね、ちょっと休憩してから夜ご飯を食べに行こうと思います。とりあえずさっとシャワーを浴びたんですけれど、やっぱりねこれ日本人にとっては違和感がすごいなと思いました。そして、まあ、入ってて気づいたんですが、ここにもねないんですよ。普通に風が入ってきて寒いんですよね。またこれも日本人にとっては違和感があると思います。ここにはボディ&ヘアと書いてあります。体も髪の毛も同じ洗剤で洗うようです。現在時刻が19時15分。これ日本で行くと多分5時くらいの明るさなんじゃないかって思ってですね、一応いろいろ調べてみたんですけれど、こんな感じでウィーン日没というふうに書いたらですね、20時55分、つまり夜の9時まで明るいまんま。そりゃサマータイムというものが導入されるわけですよね。まあ、知ってはいたんですけど、実際にこうやって足を運んでみることで分かることはたくさんあります。またヨーロッパでは基本的に歯ブラシは置いてませんので、こんな感じで別のホテルから持ってきたやつを使うといいと思います。これは台湾でもらったやつかな。夜ご飯どうしようかなと思って、これ Google マップでレストランというふうに押してみると、こんな感じで近くのレストランが出てきます。レストラン、日本料理、日本料理は別にここに来てまで食べなくていいかな。ということでオーストリア料理っていうのが出てくるまで下の方に向かっていきますと、これかな、はい、オーストリア料理、読み方は分かりませんが、どんくらい近い、あ、結構近いな、ここに行きましょうか。ヨーロッパは全然暑くないので、そういった関係もあって皆さんシャワーにこだわらないんでしょうね。ありましたね、あの黄緑の看板の場所がオーストリア料理屋さんのようです。まあ読み方がね全然わかんないんで、指差して頼みましょうか。ユーロの効果はこんな感じらしくって、ここにね多分ユーロ圏の国が地図で載ってるんでしょうね。裏側が、あ、これは国によって違うらしいんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの人体模型図だっけ、なんかそんな感じのやつ。お店の人おすすめのものがこちらです。これはポテトで芋だと思うんですが、こっちは何の肉だ。鶏かな。鶏肉を叩いて平べったくしたのを揚げた感じの味がします。こんな感じで薄くすることで多分火が通りやすくなってるんでしょうね。食べ物はすごく美味しいんですが、外に出てすぐにこんなに明るいんですごい違和感があります。今は8時半です。8時半と聞いたら日本人の感覚ではこの風景は朝8時半に思えるんですが、まあ、そうではなく夜の8時半です。こんなに明るくてもお店が閉まる時間は普通の時間に閉まるらしく、なんかいろんなお店が閉まっていて物は買えませんでした。多分僕が Amazon で買ったこの変換器がね弱いんじゃないかなと思うんですが、これでパソコンを充電しようとしたらなんか電源が足りませんみたいなことを言われるんで、こんな感じでもうここでしか使わないんじゃないの。これ日本で使えないですからね。こういった、まあ、USB Type-C のものを買ってきました。さすがにねパソコンが使えないというふうになりますと仕事にならないので、これは仕方ないです。あ、着いたぞ。ちょっと時間が経って外を見てみるとこのように暗くなっていました。現在時刻は9時55分、もうすぐで10時です。まあ夜なんで外が暗くなるのは当たり前なんですが、それがヨーロッパでは逆に当たり前ではないと変な気分がします。まだ明日もありますので今日は寝ましょう。おやすみなさい。朝になりました。おはようございます。今日の予定としては一応ウィーン市内を回った後にどこまで行こうかなというふうに考えてはいるんですが、今日ウィーンを出るのか、それともウィーンに留まるのか、そこら辺もまだ決めていません。とりあえずウィーンを観光してどのくらい見て回れるかを考えた後に、まあ、時間があれば移動しようかなというふうに思っています。ということでチェックアウトしたんですが、なんかもらったチョコレートかな。チョコレートでしたね。
とりあえず一番最初は少し郊外にある場所から回ろうと思います。こちらのシェーンブルン宮殿ですね。昨日の夜に閉まっていたお店もたくさん開いています。どうやら地下鉄に乗って移動するようです。現在地はこの白い丸の駅なので、その次の白い駅で乗り換えます。さて到着しましたのがこちらシェーンブルン宮殿です。なんだかいろんなツアーがあるそうで、これ25分なのかな、25分のツアーと40分のツアーがあるようで、まあ、値段はね20ユーロと24ユーロだから、中身見たらどうなってんだろう。クイックガイドチケットというふうに書いてありまして、ここにね日本語のマークがあります。どうやらツアーとしては1,2,3,4,5 と5つツアーがあるようで、左側のページがガイドツアーなし、右側のページがガイド付きと書かれています。僕はガイドツアーなしでいいので、こっちの3つから選べばいいんでしょう。で、何が違うのかなというふうに思って見てみると、ここにね、宮殿の地図みたいな絵が書いてあるんですが、中心部を見るのがこの25分のツアー、それプラス右側を見るのがこの青いツアーで、全体を見るのがこのオレンジ色のツアーとなっているようです。もちろん全部見たい気持ちもありますが、まあ、ここだけではなく他の場所も見たい気持ちもありますので、とりあえず今回は真ん中だけを見ていきましょう。ということでチケットを購入しました。時間があるようですね。9時40分からもう9時41分なんで、ゲート A に向かっていいんでしょう。パッと見たらゲート A というのがどこにあるのか分かんないけれど、まあ、真っすぐ行けばいいんでしょうね。かつてこのオーストリアのウィーンを拠点としていたハプスブルク家といったお家がありました。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、ヨーロッパではとても有名な王朝でして、そのハプスブルク家が拠点としていたのがこのシェーンブルン宮殿です。昔ながらの貴族らしく、このように馬がいる。お金を払ったら実際に乗ることができるようで、こんな感じで宮殿の中を闊歩しています。どうやらこれがパレスエントランスと書かれていますので入り口のようです。場所としては、正面向かって左側か。このシェーンブルン宮殿はユネスコの世界遺産に認定されています。おそらく日本で最も有名なハプスブルク家出身の人というと、このマリー・アントワネットだと思います。この下の方を見てみますと、仮名のところにハプスブルクと書かれています。当時ここら辺にあったオーストリアという国とフランスという国は対立していましたので、その対立を何とかしようというふうに考えて政略結婚が行われました。だからオーストリアのお姫様がフランスに嫁いだというわけです。中に入りますとこのように教会がありまして、結構豪勢な作りをしていますので、カトリック系でしょうね。教会の美術に関しては大学生の頃にちょっと勉強したかなくらいで全然覚えていないんですが、確かその頃の記憶を思い出してみると、下の方は人間の世界を表していて、でだんだんと上の方に行ったら神様の世界になる、そんな感じだったと思います。で実際に上の方に行きますとこんな感じでも神様っぽいのがいっぱい出てきまして、屋根の天井を見たら天井階がある、そんな作りだったと思います。かつてこのヨーロッパには神聖ローマ帝国といった帝国がありまして、その神聖ローマ帝国の皇帝を決めるために選挙が行われていました。その選挙権を持っている人々を選帝公と呼びます。選帝公というのは基本的に7人いました。でこの上の方に紋章があるんですが、これがおそらくハプスブルクの紋章です。そんな神聖ローマ帝国は一時期不安定な時代がありまして、ローマ帝国の皇帝がいない、そういうことが起こります。そんな不安定な時代を終わらせたのがこのルドルフ1世です。この神聖ローマ皇帝のルドルフ1世がハプスブルク家王朝の一番最初の皇帝です。そんなルドルフ1世からどんどん続いていきまして、ハプスブルク家はヨーロッパで有名な王朝を築き上げていきます。でこの続きがこっち側にあるんですが、おそらくこの名前を聞いたことがある人もいると思います。マリア・テレジア、その娘が有名なマリー・アントワネットです。現在僕がいるこのシェーンブルン宮殿はそのマリア・テレジアの頃に改築、改修、増築されまして現在の姿になっています。宮殿の壁が黄色いのもそのマリア・テレジアが黄色を好んでいたからという理由です。
内部は撮影禁止だったので映像はありませんが中を見てきました。当時のヨーロッパの貴族がこんなに豪勢な生活をしていたのかと驚くような内装をしています。宮殿の裏側にぐるっと回ってきてこんな感じの庭園があったんですが異常に広いな。向こう見てくださいよ、丘まである。せっかくなんで丘の上まで登ってこの宮殿を見下ろしたいなというふうに思っているんですが、人間の大きさがあれですからね、めちゃめちゃ遠いぞ。ちなみにこの庭園は無料で入ることができます。ハプスブルク家の余裕を見せつけられた気分です。丘を登ってきたらこんな展望が広がっていましたよ。なるほど、ここに宮殿を作りたくなる気持ちもわかります。素晴らしい展望です。どうも見た感じ向こうの塔がある場所がウィーンの中心地だそうで、一旦この丘を下った先に少し谷があってまた登っていく感じになってるんですね。とりあえず少し休憩したいなと思っているんですが、こっちにねなんか休憩できそうな屋根があるんで多分カフェかなんかあるんでしょう。アイスコーヒーを注文しました。日本ではシロップがきますが砂糖を溶かすのか。ちなみにこちらはチーズケーキ、チーズケーキにイチゴが乗ってるっていうのはなかなか見ない光景です。フランス革命が起こるとその影響はヨーロッパ各国それどころか世界中に広がっていきます。フランス革命では当時のフランス国王ルイ16世をギロチン台に送り殺してしまうという出来事が起こっています。フランスでそんな出来事が起こったということを聞いた周辺の国々の王様たちはびっくりします。もしも自分の国にその影響が広がってきて自分の国の国民たちが自分を殺したらどうしようというふうに考えるんです。ということで周辺の国々はフランス革命に介入を始めます。それがフランス革命戦争です。で下の方を見てみますと抗戦勢力と書かれていまして右側にフランス共和国というものがあるんですが左側神聖ローマ帝国、プロイセン王国、グレートブリテン王国、ロシア帝国、いろんな国々がこのようにフランスに敵対し戦ったんです。しかしこれで勝利したのはフランス側、なぜかというと軍事的な天才が現れたからでした。それがナポレオン・ボナパルトです。周りの国々は全て敵、そんな状況をひっくり返したのがこの人物でした。ナポレオンが率いたフランスはどんどん勢力圏を広げていきました。しかしそんなナポレオンも自然の厳しさには勝てませんでした。冬将軍といいましてロシアと戦った際にはこのように寒さによって兵が死んでいってしまったんです。ここにあるフランスからナポレオンは出発します。で向かった先はこの東の方向にあるロシアです。ロシアも負けるわけにはいきませんので作戦を作りました。当時のナポレオンは食料を現地調達していました。ということでそれをうまくロシアは活用するんです。ロシアはどん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 東の方向に逃げていきながら逃げていく途中で村を焼いていきます。つまり、現地調達の食料を焼いたんです。というふうになりますとナポレオン軍は東に行けば行くほど食料の調達が困難になってしまいます。ということで、食料調達ができなくなったナポレオン、そして寒さにやられたナポレオン軍はもうここから先は進むことができないというふうになりまして撤退を始めるんです。そんな感じでナポレオンは敗北するんですが、フランス革命とナポレオン戦争によってヨーロッパはぐちゃぐちゃになってしまいました。ヨーロッパをフランス革命、ひいてはナポレオン戦争以前の状態に戻そうとしてヨーロッパ各国は会議を開きます。それがウィーン会議です。そのウィーン会議の会場がこのシェーンブルン宮殿でした。舞踏会や宴会が多い割に話は全然進まないということで会議は踊るされど進まずと皮肉られた会議です。そんな感じで会議が全然進まないという時にナポレオンはどこにいたかと言いますと、この赤いピンが立っているエルバ島といった島にいました。でこの島から脱出してナポレオンは戻ってくるわけです。そうなると会議も踊っている場合ではないという話になりまして、さっさと話を終わらせてナポレオンを再び島流しにしてしまいます。こうしてヨーロッパは一応平和になり、ウィーン会議で作られたウィーン体制によって運営されるようになっていきます。しかし平和はずっとは続きません。このウィーンでも市民の反乱が起きています。この反乱に驚いたフランツ・ヨーゼフ1世は反乱に備えて武器庫を作らなければと考えました。その武器庫が現在も残っていますので見に行きましょう。この駅で電車を降りた後はおそらくこれ路面電車でしょうね。これに乗って移動するようです。
さて目的地付近の駅に到着したんですが、多分この公園のような場所を突っ切った向こう側にあるんでしょう。どうやら正解のようです。何やら荘厳な建物が見えてきました。こちらが市民の反乱に備えて作られた武器庫です。かつて武器庫として使われていた頃の写真がこちらで、まあ、周り見てみますと大砲かな、いろんなものが置いてあります。現在の建物と比較してみても同じ形状をしていることがわかります。現在この建物はウィーン軍事史博物館となっているんです。市民の反乱に備えて作ったという経緯がありますので、このようにウィーン中心地からそんなに離れた場所にはありません。これは大砲がここからウィーンの中心地に届く距離です。フラッシュを使わなければ撮影していいということだったので撮影しているんですが、もう入ってすぐからすごいな。もともと武器庫であったという歴史から考えると、多分ここにいる人たちは軍人さんなんじゃないかなと思うんですが、ちょっとねそんなに詳しくないので分かりませんが、まあ、持ってるものを見たらこんな感じで剣を持っている人とか銃を持っている人とかがいっぱいいるので、多分合ってると思うんですよね。地図がありました。僕がいるのがここなんですが、右に行ったらフランツ・ヨーゼフ1世と書いてありまして、ここにサラエボと書いてあります。ここには第一次世界大戦の文字。おそらくこの博物館で最も有名なのはこれです。サラエボ事件の時に乗っていた車が展示されています。もともとは武器庫として作られたこの建物ですが、その武器の中には皇室の歴史的な武器やトロフィーのコレクションといったものも含まれていました。だからそういったものも保管されるようになって現在は博物館になっているんです。ここにあるのがオーストリア・ハンガリー帝国の地図ですが、一つだけ色が違うこのエリア、ここがボスニア・ヘルツェゴビナです。ここを併合したことによりサラエボ事件が発生します。サラエボの地図がありました。緑色の矢印が実際に通ったルートらしいんですが、向こうにありますのがこの前言った視聴者です。で、本来予定されていたルートはこの紫色のオレンジだ、オレンジじゃないや、紫色の矢印だったらしく、こちらの方向に向かっていく予定をオレンジの矢印の方向にルートを変更したというふうに書かれています。で、かつてのルートの予定通りですね、そっちの方向に曲がろうとしたら、いやいや予定変更したよねということでここで止まってしまって、でそこで暗殺されたと書かれています。その際に乗っていた車というのがこちらです。今の車がこの角を曲がり、いやこっちじゃないぞと気づいてここで停止しました。つまりこっちの方からぐっと進んできた車が右折して角で停止しました。で、おそらく暗殺者はこの辺りに立ってたんでしょうけれど、ここに座っている夫妻を見つけて銃を2発放ちます。1発はここに銃弾の跡が残っています。暗殺者は1人だったわけではないらしく、このように白い点があるんですが、この数箇所に暗殺者が立っていたそうです。だからもう完全に待ち構えていたわけですね。その暗殺者たちが使っていた拳銃というのがここに展示されています。このたった2つの弾丸が1000万人近い死者を出し、2000万人近い負傷者を出す第一次世界大戦に発展していきます。ここにありますのが暗殺された時に皇太子が着ていた軍服です。この軍服の襟元に小さな穴があり、それが弾丸の跡です。これが致命傷となって皇太子は死んでしまいました。この軍服の左胸のあたりが破けているのは暗殺によって破れたわけではなく、治療の際に破ったという跡だそうです。ウィーン体制以後のヨーロッパは割と平和になっていくんですが、このように赤と青の2つに分かれてしまいます。赤い方はイギリス、フランス、ロシア、これが三国協商です。そしてドイツ、イタリア、オーストリア、ハンガリー帝国、この3つが三国同盟です。ここにありますオーストリア・ハンガリー帝国がボスニア・ヘルツェゴビナを併合したことによりセルビアが起こります。なぜかというとセルビア人はこのボスニア・ヘルツェゴビナにたくさん住んでいたからです。ということでこのオーストリア・ハンガリー帝国とセルビアの間で戦争が起こります。で、
そうなるとですね、セルビアの後ろにいたのがこちらにいますロシアですので、ロシアはこっちのセルビアに味方するんですというふうになりますと、オーストリア、ハンガリー帝国の後ろにいたここドイツですね、ドイツも参戦、こうなるとどん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 周りの国々が参戦していきまして、第一次世界大戦へとつながっていきます。この周辺に展示されているのは、展示方法とかあとは書いてある文字とかから推察すると、第一次世界大戦当時に使われていた軍服や、またその人たちが使っていた武器が展示されているようです。この地図で青く塗られている方が同盟国側です。オーストリア・ハンガリー帝国はここなんですが、第一次世界大戦でメインとなって戦ったのはこっちのドイツです。薄くなっている方ですね。で、このドイツですが、見てわかる通り東にはロシア、そして西にはフランスといったようにどちらも大国に挟まれています。ということでドイツの作戦はこうでした。まず一番最初に西側のフランスをやっつけて、そしてやっつけ終わった後にロシアを倒す、そのような考えを持っていました。しかしそんなドイツの考えは、先に倒すはずだったフランスを倒せなかったことで破綻していきます。ここで戦線が停滞してしまったんです。こちらが西にありますのを西部戦線、こっちの東にあるのを東部戦線というんですが、西部戦線が停滞した後に東部戦線も同じように停滞してしまいます。すぐに終わると考えられていた戦争はそれ以降長期化していき、消耗戦となっていきます。これまでの戦争で武器の技術はすごく発展していまして、かつては一発撃ったら、銃の中を掃除しなきゃいけない、そういった感じだったんですが、もう第一次世界大戦ではマシンガンが開発されています。マシンガンが開発されると引き金を引くだけでたくさんの兵士が死んでしまいます。技術の進歩によってかつての戦争とは比べ物にならないほどの人が死んでしまいます。飛行機が戦闘に活用され始めたのも第一次世界大戦が初めてです。そうなると飛行機を撃ち落とすための対空砲も作られるようになっていきます。男の人たちはどんどん戦場に出て行ってしまったので、国に残った女性がこのような砲弾を作るようになっていきます。こうして第一次世界大戦後は女性が社会進出を果たしていくのです。さて、博物館を見終わって現在時刻は3時3分です。さすがにお腹が減ったので、中心地に行って何か食べましょうと思いましたが、多分ね、今日1日じゃウィーンは回れないと思ったので近くにあるホテルを予約しました。まずはホテルに荷物を置きに行きましょう。本日宿泊しますのはこの、なんて読むか分かんないホテルです。今回は545号室です。硬い、綺麗、なんか近未来的ですね。結構歩いたので喉が渇いたんですが、冷蔵庫なさそうだな。なさそうですね。こっちはシャワールーム、こっちに入ったらあるとかではないでしょう。ないな。多分視聴者の中でも僕の爪がね、結構伸びてることを気になっている方いらっしゃると思うんで、ね、僕も気になってたから買ってきました、爪切りです。旅行してたら爪が伸びまくってしまってどうしようもなくなることが多いので、カバンに入れておくことにします。荷物を置いて身軽になったので、とりあえずご飯を食べに行きましょう。どうやらホテルを出てすぐのところにピザやスパゲッティを扱っているお店があるそうなので、そこに向かっていきます。多分これかな。えらくいい感じの雰囲気のお店にやってきました。動画撮っていいですかというふうに聞いたら、いいですよと言われたのでこんな感じで撮ってるんですが、すごいですねこれ、日本ではあんまり見ませんよね。とりあえず今日はこのウィーンに泊まりますので、ちょっと余裕があるということで、今回はですね、ビールいつも頼みませんが頼んでみました。基本的にお酒の違いは全然わかんないんですが、美味しいことはわかります。チーズをゴロッと入れちゃうのが豪快でいいですよね。ヨーロッパにいるという補正がかかっているかもしれませんが、何にせよすごく美味しかったです。明日もウィーンにいますので、今日はホテルで動画の編集をしようと思います。
おはようございます。昨日は編集が終わった後に寝ましたので、すでに日付が変わっています。それでは今日はウィーンの街を観光していきます。ウィーンの中心地といいますのは、現在僕がいるこの周辺ではなく、もう少し北の方角にあるこの周辺です。だいたい3キロくらいありますので、また交通機関を使って移動していきましょう。ホテルの目の前にある路面電車の駅から中心地へと向かっていきます。移動しながら、ウィーンはどんな場所なんだと思ってインターネットで検索し、ウィキペディアを見ていたんですけれど、ここに書いてありますね。第一次世界大戦まではオーストリア・ハンガリー帝国、これは昔この周辺にあった国の名前です。その首都としてドイツ帝国を除く中東欧の大部分に君臨し、さらに19世紀後半までは神聖ローマ帝国や、これ結構昔の話してますね、昔はローマ帝国、神聖ローマ帝国やドイツ連邦を通じて、形式上はドイツ民族全体の帝都でもあった。日本人にとっては民族という感覚はなかなか難しいと思うんですが、ヨーロッパはこのように陸地でつながっていますので、人々が移動していきます。だからまあいろんな民族が混じり合っているんですね。でそのドイツ民族全体の帝都でもあったというのはそういった意味です。またクラシック音楽が盛んで、過去にモーツァルトやベートーベン、シューベルトなど多くの作曲家が活躍したことから音楽の都とも呼ばれています。ということでご紹介します。こちらが国際的に有名なオペラハウス、ウィーン国立歌劇場です。世界最高レベルの建物で、世界最高レベルの歌手が、世界最高レベルの指揮者のもと、世界最高レベルのオーケストラとともに歌う、しかも最高レベルのバレエ団が踊るという、そんなすごい場所らしいんですが、僕は世界最高の芸術を享受できるほどの知識がありませんので、ちょっとね入っても分かんないだろうなと思っているところです。音楽の都ウィーンではたくさんの音楽家が活躍しました。ここにあります石像かな、これはこの石像はモーツァルトの石像です。こちらがヨーロッパの高低差が分かりやすい地図なんですが、日本でも有名なアルプス山脈というのはここの赤い部分のことです。で現在僕がいるウィーンというのはどこかと言いますと、だいたいこの辺り、ちょっと離れると分かりますかね。ウィーンというのは山脈と山脈のちょうど間の谷になっている部分にあるわけです。ということで、こっちのヨーロッパに住んでいた人々がこっちの中東に向かっていくというふうになりますと、だいたいこのウィーンを通るという交通の要衝でした。これまたウィキペディアを見ていたんですが、ここにですね、リングと呼ばれる環状道路はウィーンの近代化を実現するために19世紀の後半にかつて旧市街を囲んでいた堀を埋め立てて作られたものであると書かれています。その環状道路といいますのが、現在僕が立っているこの道路ですね、ぐるっと曲がっているのが分かり、ちょっと離れてみたら、川から一周して川に到着している、そのような道路になっています。だから僕がいるこの道路は昔お堀だったんですね。その当時の古地図がありました。おそらく現在そのリングという環状道路があるのはこの辺りでしょう。そしてその中には、見た感じこれはお城ですね、お城があったのか。そのような地理的な関係もありまして、このウィーンという土地は何度も争いの対象となっています。これがかつてのウィーンの地図というか絵なんですけれど、向こうの方にあるのが多分ウィーンの旧市街でしょうね。かつてお城があったということがこの絵からも確認できます。しかし時代が進んでいきますと、お城の堀や壁といったものは邪魔になってきます。ということで、そういったものを取り壊してこの周辺に環状道路を作り、周りには公共施設を作ったんです。つまり現在僕がいるこの環状道路から外側、こっちの方ですね、こっちの方は昔庶民が住んでいた町で、こっちの内側の方は昔お城があった場所、つまり偉い人たちが住んでいた場所です。それではウィーン国立歌劇場の横を通りまして、かつてお城の中だったエリアに入っていきます。知り合いにウィーンに行くということを伝えたら、ウィーンはザッハトルテが有名だからぜひ食べてきたらいいよというふうに言われました。僕は日本ですらザッハトルテを食べたことがありませんので、なんか本場の味を食べて感動できるかというと微妙ではありますが、何にせよ食べてみようと思います。これがザッハトルテ発祥の地、カフェザッハです。ものすごい並ぶんじゃないかなと思っていたんですが、そんなことはないようで、普通に
ちょっと並べば入れそうですね。アイスコーヒーとザッハトルテを頼みました。食べながらいろいろ調べていたんですが、日本でザッハトルテを食べたことがないというのは普通なようで、なぜかと言いますと、厳重に金庫の中にレシピが保管されており、それは門外不出となっているというふうに書かれていました。だからまあ、ザッハトルテの本物を食べようと思ったらここでしか食べれないということでしょう。おそらく日本のザッハトルテと比較することすら失礼に当たるんでしょう。ただ街中を歩くだけでこれだけすごい建物がずらっと並んでいるんですから、ものすごい歴史ですよね。おそらくここは歩行者天国だと思うんですが、向こうの方に見えている高い塔がウィーンのシンボルです。ちなみにウィーンの水はすごくきれいということが有名だそうで、このようにドリンクウォーターと書かれていまして、飲料水が湧き出るように出ています。これ別に誰も飲んでいないのにずっと出てるんで、おそらく出しっぱなしなんでしょう。実際あんな感じで自分の水筒に水をついている姿を見かけることが多く、ホテルでも蛇口の水道をひねれば飲める水が出てきます。日本に住んでいたら当たり前ではありますが、こんな感じで道端にゴミが落ちていないというのは海外旅行をしていたら結構珍しいことでして、そういった意味でもウィーンはすごいなというふうに感じます。多分昔からあった建物の1階や2階の部分を現代的に作り変えているんだろうなと思うんですが、そうなるとね、気になるのはこの上の部分をどう使っているのかですよね。人は住んでるというわけではないでしょうけれど、いやどうだろう、住んでるのかな。見えてきましたね。おそらくこれが先ほど遠くから見ていた塔のある教会です。おそらくゴシック建築というんでしょう。ヨーロッパで見る教会はやはり本場のものということもありまして、ものすごいです。こちらの教会、ステファン大聖堂というそうで、日本人に分かりやすくどのくらいすごいかを説明するなら、だいたいモーツァルトの結婚式やお葬式が行われた場所といえばその凄さがわかると思います。どうやら中に入るのは無料らしいんですが、あ、撮影もいいのかな。撮影しちゃダメって書いてないですね。すごい、中身はすごすぎて言葉で表現することができないですね。ここにある柵の向こう側に行くためにはお金を払う必要があるんですが、別にお金を払わなくても十分楽しめると思います。ここにも柵がありまして、この柵のこっち側であれば無料エリアですので、このように横から見ることもできます。そんなシュテファン大聖堂のすぐ近くにはモーツァルトが住んでいた部屋が残っているそうです。その部屋が残っているのがこの建物です。向こうにはモーツァルトハウスと書かれていまして、現在は博物館になっています。おそらく権利的に大丈夫であれば現在流れている BGM がフィガロの結婚といった曲だと思うんですけれど、おそらく皆さんご存知かと思います。この曲をモーツァルトが作曲した部屋、それがこの部屋です。かつてヨーロッパで勢力を伸ばしたハプスブルク家の都、このウィーンですが、第一次世界大戦が始まった頃には衰退してしまっており、結構影が薄く、第一次世界大戦はドイツ帝国の部下みたいな扱いで戦っています。しかし音楽の都としての地位は不動のもので、現在もこのウィーンを目指してたくさんの音楽家が集まってきています。ハプスブルク家には珍しい習慣がありまして、死んだ人の体と内臓を別々にして保管しています。その体を保管している場所がここ、カプツィーナー納骨堂です。ここにハプスブルク家の皇帝や皇后の骨が保管されています。中を見てきたんですが、動画は撮影禁止というふうになっていましたので撮っていません。写真は撮影していいということだったので写真は撮っているんですが、これがマリア・テレジアの棺です。そしてこちらがフランツ・ヨーゼフの棺。印象的だったのはサラエボ事件で殺されたフランツ・フェルディナンド大公の棺はなかったことです。その理由は大公が結婚した妻ゾフィーが
少し身分の低い女性だったということが関係しています。身分が低いと言ったらちょっと語弊があるんですが、まあ、対等ではないのは確かです。その身分の差によって生きている頃から別行動を強いられていた2人ですが、その別行動には一つ抜け道がありました。その抜け道というのが、フランツ・フェルディナンド大公が軍人として行動するときにはその妻は対等の身分として振る舞うことができたのです。その抜け道を利用してフランツ・フェルディナンドは軍人としてボスニア・ヘルセゴビナのサラエボを訪れます。なのでこの2人はこの日車の隣に座って移動することができました。その日は2人の結婚記念日ということもあり、なんとか一緒に行動したいと思っていたのでしょう。そんな日にこの2人は暗殺されてしまったのです。そういった背景も知っておくと、サラエボ事件の悲しさがさらに分かってくると思います。そろそろウィーンにお別れする時間が近づいてきています。最後に向かいますのがホーフブルク宮殿です。もしかしてこれ工事中なんでしょうかね。修復してんのかな。到着しました。こちらがホーフブルク宮殿。ここがハプスブルク家の本拠地です。つまりここはオーストリア・ハンガリー帝国の皇帝が住んでいた宮殿。日本人に分かりやすい話をするならば、マリー・アントワネットが生まれた場所といえばピンとくる方も多いと思います。他にもこの中央にバルコニーがありますが、このバルコニーの上で第二次世界大戦が始まる前、ヒトラーがオーストリア併合を宣言しました。それではウィーンを離れましてドイツへと向かっていきます。現在地はここウィーンですが、今からニュルンベルクを経由してベルリンに向かっていきます。ヨーロッパの列車は結構日本と違うところが多くあり面白かったです。別に新幹線のような列車ではありませんが、このようなテーブルがついています。座席の上にはこのように、まあ、画面のようなものがありまして、もしもここに座る方がいらっしゃったら、ここに予約中のような文字が出てきます。予約にはこのオミオというアプリを使いました。日本語対応なので日本人にとってはすごく使いやすいアプリだと思います。購入したチケットはこのようにアプリの内部で保存されていまして、左上の方には自分が乗るべき列車の車両番号っていうんですかね、そういったものが載っていたり、右下にはチケットの QR コードが載っていたりします。今回乗り換えがあり、17時26分に列車を降り、18時4分に列車に乗ります。土地勘がないと思いますので、こんな感じでアラームを設定しておけば安心です。少し時間が経つとこのように車掌さんが回ってきます。ヨーロッパには改札がないことが多いので、乗ろうと思えば列車に乗れるんですが、このように車掌さんが回ってきますので、先ほどのチケットの右下の QR コードを読み込ませたら、それで確認が取れるようです。座席の柔らかさは見てわかると思いますが、ちょっと固めです。上の方には枕のようなものがついていて、これは柔らかいです。座席の下にはコンセントもあります。実際に使ったらこんな感じ。このように無料の Wi-Fi サービスもついている車両が多かった印象です。このようにインターネットが使えます。車窓から見えるヨーロッパの風景はだいたいこんな感じで、平原が広がっている中でポツポツと家がある、そういった風景が多かったです。ここで地図を確認してみたら、ここに赤い線があるんですが、これが国境です。つまり僕がいる場所は今までいたオーストリアからドイツに入っていく、そういった場所です。ということでオーストリアからドイツに入りました。国境を越える際にパスポートの点検ということは全くありません。それはこのように宣言協定といった協定が結ばれている国の間ではパスポートが必要ないというふうに決められているからです。それでは乗り換え駅のニュルンベルクに到着です。さてニュルンベルクに到着です。一旦ここで乗り換えを行います。次に僕が乗るのは18時4分の ICE502 といった列車なんですが、だいたいね、日本とは違ってプラットフォームが直前に決まったりするらしく、18時4分の ICE502、 あ、ベルリンって書いてあるこれですね。で、右の方を見た6の A から F と書かれています。ちょっと時間的に余裕がありますので、何か食べようかなと思っているんですが、乗り遅れたら大変なので持ち込むことができるものにしましょう。ということでパンと飲み物を購入しました。プラットフォームの6番に行きます。さて
これからお話しするドイツという国がどのように成立したのかという話をしておきます。もともとこの辺りにはオーストリアという国とプロイセンという国、そしてそれ以外の多数の小さい国がありました。ここから3つの戦争を経てドイツは統一されていくんです。1回目の戦争ではドイツ人が多く住んでいる地域をデンマークが併合しようとしたことからプロイセンとオーストリアが同盟しデンマークと戦い勝利しました。2回目の戦争では1回目の戦争で獲得した地域の管理をめぐってプロイセンとオーストリアが戦った戦争です。勝利したのはプロイセン。こうしてプロイセンがドイツ諸国の主導権を握ります。3回目の戦争はフランスを共通の敵として戦うことでドイツの統一を図った戦争です。当時フランスのトップはナポレオン3世、プロイセンのトップはヴィルヘルム1世。ヴィルヘルム1世はナポレオン3世のフランス帝国を打ち破り勝利。こうしてベルサイユ宮殿でヴィルヘルム1世はドイツ皇帝となりドイツ帝国が成立したんです。さてドイツの首都ベルリンに到着しました。まだ外は明るいですが時刻は9時半を回ったところです。結構時間も遅いので今日はすぐにホテルにチェックインすることにしました。なんだか想像していたよりもすごく綺麗な場所のようです。ということでお部屋に到着です。すごく綺麗だ。これ1万円くらいでこれですからね。ドイツって物価安いのかな。とりあえず早くご飯食べないとどこも閉まっちゃうんでご飯を食べに行きます。最近よくあるこのスキャンするタイプのお店でこんな感じでね言語を選ぼうと思ってもこれドイツ語しかないんですよ。それに困ってるのに気づいたようで英語のメニューを持ってきてくれました。ドイツといえばビールということで本日もビールを頼みました。すごい美味しそうなピザが出てきました。今日1日は結構移動が多かったので動画としてはあまり進んでいないかもしれませんが明日はこのベルリンを観光していきますのでご期待ください。それではおやすみなさい。皆さんおはようございます。ベルリンの朝です。今日はドイツの首都であるベルリンをぐるっと一周というか、東から西に一直線に移動していくみたいなそんな感じのルートを取ろうと思っています。ということでまずは列車に乗って移動していきます。他の国ではなかったんですがこの iPhone のアプリで1番線に行けばいいよというふうにプラットフォームまで教えてくれるのでちょっと楽ですね。ドイツはキャン向こうの方にあった駅で電車を降りてこっちの方に歩いてきていました。でちょっとね僕見覚えがある建物があったので足を止めたんですが向こうの方を見たらフンボルト大学と書いてあります。ここにいる石像のお方がフンボルトさんでこの人が作ったからフンボルト大学というのですがなぜ僕がこの建物に見覚えがあったのかと言いますと明治維新の際に大日本帝国憲法を作るそうやって伊藤博文がドイツに留学しました。その大学がここです。伊藤博文はこのフンボルト大学でグナイストそしてモッセといった人物から憲法について学ぼうと思ったんですけど結構ですねあんまり教えてもらえなかったようです。ということで伊藤博文はこのベルリンから夏休みを利用して昨日まで僕がいたウィーンに向かっていきます。このウィーンにはウィーン大学といった大学があったんですがその大学に、シュタインといった人物がいます。この方がシュタインです。このシュタインからいろんなことを学んだ伊藤博文は日本に帰ってきて大日本帝国憲法を作ったというふうに言われています。日本が近代国家になるにあたりお手本にした国というのがこのドイツでした。第一次世界大戦において日本はドイツと敵対しますがそういった背景もありましたので日本の上層部は当初ドイツを敵に回すのは嫌だというふうに考えていたようです。この前お話ししましたように第一次世界大戦でのドイツの作戦というのはまず最初にフランスを倒した後に東側にいるロシアを倒すといった作戦でした。ということでドイツは自分の国から他の国に攻め込んでいったという背景があり自分の国の中では戦いがほぼ起こっていません。なのでこのベルリンを歩いていても第一次世界大戦の戦争の遺跡というのはほとんどないと思います。
だからといって見るべきものがないというわけではありません。こちらにありますのがベルリン大聖堂、そしてその反対側にありますのがこちらフンボルトフォーラムです。現在僕がいる周辺の地図を確認してみますと、このようになっていまして、島があるんですね。で、日本語で言うとこの島は博物館島といった名前らしく、この周辺にたくさんの博物館があります。実はこの島の中にはかつて王宮があったということが知られていて、下に書いてあるんですが、かつてのベルリン王宮の位置かっこ薄い赤というふうに書いてあります。現在僕が立っているのはこの橋のすぐ近くなので、ここにある薄い赤というのは現在フンボルトフォーラムがあるあたりです。現在僕が立っているのがこの橋の手前で、ここに川があるんですが、この向こうですね、これがフンボルトフォーラム、昔のベルリン王宮です。こちらの写真が1920年代のベルリン王宮の西側から撮った写真らしいんですが、見てわかります通りフンボルトフォーラムはその外観は全く同じように作られています。第一次世界大戦の終盤にドイツでは反乱が起き、そして帝政が崩壊して第一次世界大戦が終戦に向かうというふうな流れなんですが、その後もこの王宮は残っていたようで博物館として使用されていました。しかし第二次世界大戦の頃に空襲によって崩壊、その後取り壊されていたのを現在復元したというのがこのフンボルトフォーラムです。いろいろ調べてみたところ、これが1688年のベルリンの地図らしいんですが、これどこだと思ってですね、いろいろ確認したところ、ここに川がありまして、この黄色いあたりですね、ここに島があります。現在の地図で確認してみると、ここに川がありまして、ここに島があります。つまり先ほどの地図というのは現在僕がいるこの周辺の地図でしょう。現在ベルリンと言いますとすごく広い範囲をベルリンと呼んでいるようなんですが、かつてはこの周辺がベルリンと呼ばれている地域だったようです。しかも地図を見てみると、このように両方式の城郭があったようで、かつては防御の拠点だったんですね。言われてみれば現在の地図でもその当時の名残が残っているようで、ここにねぐるーっと丸い道があるのがわかると思います。日本がドイツをお手本にして近代化を進めている頃にドイツを治めていたのはウィルヘルム1世です。その当時の首相がビスマルク、彼はめちゃめちゃ外交が上手でした。現在の地図ではこんな感じになっていて分かりにくいので、昔の地図を使いましょうか。これが第一次世界大戦が始まった頃の地図なんですが、現在は全然違う形をしているドイツがここにあります。ドイツ帝国です。で、西側を見てみますとこちらフランス、これもちょっとだけ形が違うかなと思うんですが、東の方を見てみたらすぐ近くにロシアがありました。つまり西の方にフランス、東の方にロシアがあったというのはもうこの地図を見たら一目瞭然だと思います。ということでビスマルクはこう考えました。外交上絶対に避けなければいけない事態というのはロシアとフランスが手を組んでドイツに攻め込んでくることだ。ということでヴィルヘルム1世の下で働いていたビスマルクはフランスとロシア両方の相手をするという状況をその外交力を使って避けていきました。こうしてドイツ帝国は他の国に攻め込むということはせずに、自分の国をどんどん強くしていき、ヨーロッパで存在感を増していきます。しかしそのドイツの方針が一気に変わる出来事が起こります。ヴィルヘルム1世が崩御してしまったのです。そのヴィルヘルム1世の葬儀が行われたのが向こうに見えていますベルリン大聖堂でした。どうやら中に入ることができそうなんで入りましょう。どうやらフラッシュなしでは撮影して良さそうですが、ここから先は静かにと書いてありますので後で録音します。入り口にはこのようにパンフレットがあります。日本語が置かれていなかったので多くの日本人は英語版を読むことになるでしょう。それでは大聖堂の中に入っていきます。正面には3つの絵が掲げられています。左から順番にキリストが生まれた場面、キリストが十字架にかけられた場面、そして最後がキリストが復活した場面です。ここにあるパイプオルガンは世界最大級の大きさとして知られています。最も正面が見えやすい場所には皇帝が座るための席があります。こちらがヴィルヘルム1世の葬儀を描いた絵画です。中央にいらっしゃいますのがヴィルヘルム1世、おそらくこの場所でしょうけれど、現在の聖堂は復元されたものなのでちょっと形が違います。
中にはこんな感じの標識が置いてありまして、上に登っていったら360度のパノラマの眺めが見れますというふうに書いてあったんで、あ、上に登ったらそんなのがあるのかと思って上を見てみたんですが、まあ、ここから見てもどこにあるんだという感じです。とりあえず登っていけばわかるでしょう。ここから見た感じだと結構簡単に上に行けそうに見えるんですが、途中からこんな感じの階段になってきます。途中で疲れて立ち止まっている人が結構いました。上に登って見たパノラマはこんな感じで、ああなるほど、外側を見るためのものだったのかと、そりゃ内側から見たって見つからないなというふうに思いました。結構ベルリンは赤い屋根のお家が多いんだなという印象です。この後は目の前にあります広場に降りて、左側にある道をずっと今向かっていっている方向に歩いていきます。こっちに行けば何があるかというと、見えますかね、ちょっとあそこに馬車の像があるんですが、門があります。ということで下に降りていきましょう。世界中どこに行ってもこういう文化財に落書きをするバカというのは共通のようです。僕が見た限りでは日本語はなかったので安心しました。さて時間としては11時半を回りましたので、そろそろお昼ご飯の時間です。歩きながらあったお店に入りましょう。店員さんに聞いたらこれがおすすめということでした。ローストポークアンクル、つまり、豚の足首の燻製。すごいのが来てびっくりしたんですけど、でっかいですね。多分これいつも海外に行った時のパターンですけど、一人用じゃないと思うんですよ。どう食べるのが正解なんだ。すごっ。なんとか切ることはできたんですけれど、切るだけでも一苦労ですよ。さてお話はヴィルヘルム一世が崩御したところでした。ヴィルヘルム一世の後に一代挟んで即位したのがこのヴィルヘルム二世です。彼は若くして即位しましたので、当時おじいちゃんになっていたビスマルクとは話が合いません。ということでヴィルヘルム2世によってビスマルクは退陣に追い込まれ、ドイツは大きく方向転換をしていきます。これまではビスマルクの外交手腕のもと、東西のフランス、ロシアに目をつけられないようにとしていましたが、ビスマルクがいなくなったというふうになりますと話が変わっていきます。ドイツ帝国はどんどん帝国主義的になってきて、領土拡張の方針に向かっていくのです。そんな領土拡張に向かっていくドイツを見て、フランス、そしてロシアは警戒するようになっていきます。こうしてドイツ包囲網が出来上がっていくのです。現在皆さんが目にしているこちらの門ですが、この門はベルリンの有名な門、ブランデンブルク門です。先ほど僕が見てきたベルリン王宮というのはこの道のずっと向こう側にあります。その王宮からまっすぐ伸びている道の先にあるのがこの門なのです。先ほどお話しした通り、ベルリンというのはもともとはこの小さな区域でした。しかしどんどん人口が増え、市街地も広がっていきますと、このように赤い線で書かれていますが壁を作りました。現在その壁はなくなっていますが、昔はこの周辺に壁がありまして、で入り口としてこういった門を作っていたんです。結局ドイツは第一次世界大戦で敗北することになりますが、その敗北の要因の一つがドイツ国内で起こった革命です。ご覧の通りドイツの北側には海があり、ここにキールといった港町があります。このキールという港町は昔ドイツの海軍が使っていた軍港でした。そんなキールで起こった反乱がどんどん広がっていきまして、ドイツでは労働者たちが蜂起します。このベルリンでも労働者たちが蜂起してストライキが行われます。現在見えていますのはドイツの国会議事堂です。結局労働者たちのストライキから革命に発展し、最終的にはこの国会議事堂で共和国宣言がされます。このバルコニーですが、見えますかね、柱があって、まあ、窓がこんな感じの形をしています。おそらくあちらにあります窓のあたりから共和国宣言がされたのでしょう。こうしてドイツ皇帝のヴィルヘルム2世が退位して、ドイツ帝国は崩壊、第一次世界大戦は終戦に向かっていったんです。今ちょっと観察していたんですけれど、あそこになんか立ってるの見えますかね、看板だと思うんですよ。おそらくこっちからは読めないようになってると思うんですが、
向こうの窓、つまり内側からは読めるようになっていると思います。他の場所にはそういった看板はないと思うので、おそらくあそこのバルコニーが共和国宣言がされたバルコニーでしょう。ということで次に向かいますのは第一次世界大戦を終わらせるきっかけになったキールへと向かっていきます。ということで昨日ベルリンに到着した時に利用したベルリン中央駅に到着です。今から行きますのがキールなので15時6分の電車、一度乗り換えがあるようです。ホームは 6C の F、 どうやら6番ホームは下のようです。どうやら電車が壊れたみたいで、ちょっとねいつ修理が終わるか分かんないという話を聞きました。多分これ日本人的に言うとなかなか経験しないと思うんですが、この座席もねなんかハリーポッターみたいで面白いと思います。電気がつきました。一応予定では3時6分という風になっていたんですが、現在時刻は3時26分だから、まあ、20分間くらい遅れてるってことなんですけれど、東京でこんなことあったら大変ですけどね。一応これは首都のベルリンなんで大変なことになるのかなと思ったけれど、全然そうでもなさそうです。列車が動き始めました。今から向かっていくキールという町はベルリンの北西に位置する町です。ちなみに現在僕が乗っているこのドイツの鉄道ですが、地図を見たらその特徴が分かりやすいと思います。このドイツの鉄道ですが、まあ、5番の目というほどではありませんが、縦だったり横だったりいろんな方向に移動できることが分かるかと思います。じゃあ反対にこちらフランスの方はどうなっているかと言いますと、見て分かります通りパリに一極集中、つまりはドイツは例えばここからここに行こうというふうに思ったら、まあ、ガーッといい感じに行けるんですが、パリはここからここに行こうと思ったら一旦パリに行った後にそっちの方向に移動するというふうにちょっと効率が悪いんですね。ということがこの第一次世界大戦の一番最初の戦いに大きく影響していきます。要するにドイツの方が素早く移動ができたというわけです。さて通過駅のハンブルクに到着です。このハンブルクという町はご覧の通り川がたくさんあります。水運の町です。で西の方向に目を移すとこのように海があります。この海からやってきた船がハンブルクで商売を行っているんです。日本人に分かりやすく例えますと、ハンブルクというのは横浜、そして今から向かっていくのがキール、このキールというのは、日本人に分かりやすく例えると横須賀に当たると思います。つまり海運で商業が栄えたハンブルクの町を出て、海運で軍事が栄えたキールの町に向かっていきます。なんだか天気が悪いなと思ってですね、窓を見てみたらちょっと水滴がついてるんですよ。さっき少し雨が降っていたんですけど、いやこれはまずいぞと思ってですね、キールの天気予報を確認してみたんですが、今日はまだ天気は持つものの明日が雨と雷。そうか、じゃあ今日は結構頑張って動かないといけないですね。さて到着しましたのがキールです。ドイツの北部ということもありまして、中には長袖、それどころかコートを着ている人もいます。おそらく多くの日本人にとってこのキールという街は名前すら聞いたことがない、そういった街だと思います。しかし第一次世界大戦の始まりと終わりでこのキールという街は大きく関係しています。この動画でも現地を訪れましたが、第一次世界大戦の始まりというのはサラエボ事件だというふうに考えられています。そのサラエボ事件が起きた当時、ヴィルヘルム2世はこのキールでヨットレースをたしなんでいました。ヴィルヘルム2世はフェルディナント大公と仲良しで一緒に狩りをするような友達だったようです。性格も似ていたというふうに聞いたことがあります。そんな友達のフェルディナント大公が暗殺されたということを知ったヴィルヘルム2世は激怒してすぐにベルリンに引き返します。そしてセルビア人は一掃されなければならないと言ってオーストリア・ハンガリー帝国に協力していくんです。それがこのキールと第一次世界大戦が始まった時の関係なんですが、
先ほどお話した通り、終わりの時にも関係があります。第一次世界大戦中、ドイツは兵糧攻めにあっていました。どういうことかと言いますと、こちらにありますイギリスがこの海を封鎖してドイツの方に物資を運べないようにしてたんです。こうしてドイツは食糧難に追い込まれていき、反戦気分が高まっていきます。そんな時に起きたのがロシア革命です。イギリスによる海上封鎖は食糧難というダメージを与え、ロシアによるロシア革命は精神的な影響を与えました。そのような状況のドイツで兵隊たちによる反乱が起こります。ドイツ革命です。その反乱が起こったのがこのキールでした。こうして反乱を起こした兵隊たちは赤い旗を掲げながら水兵評議会を結成しました。それをきっかけにドイツ全土に反乱は広がっていきます。そうやって評議会が行われるようになったのがこの場所です。評議会というのはドイツ語でレーテというふうに言うそうで、ロシア語でソビエトと言います。向こうには何か書いてありますね。ちょっと翻訳の精度があまり良くありませんが、こんな感じです。この家で1918年の11月初めにキール労働者が会合を行いました。そして兵士評議会を行いました。多分そんな感じのことが書いてあるんでしょう。下の方には1918年の11月9日ベルリンでドイツ共和国が成立したというふうに書いてあります。このキールから始まった反乱が第一次世界大戦を終わらせる要因の一つとなっています。現在時刻は9時44分。今から移動するというのはさすがに現実的ではないと思います。ということで本日はこのキールに宿泊します。なんかすごいぞこれ。偶然ですけれど、多分なんかの大会があっているんでしょう。なるほど、だから周辺にたくさん警察がいたんですね。さて本日の宿に到着です。なんか屋根裏っぽい感じの部屋なんですが、驚いたことにクーラーがないんですよね。でもね、別に暑いとかそんなわけではなく、これ暖房だと思うんですけれど、冬はこれを使うのかな。全然ね、窓を開けるだけで涼しい風が入ってくる。まあ地理的に北の方にあるんでね、そんなもんなのかというふうに驚いたところです。時間的にももう寝る時間に近いので、今日はさっさと寝てしまおうと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。雨は降っていませんが、多分今日は昨日予告していた通り移動が中心の日になると思います。人生において1回しか行くことができない場所というのは日本国内でも結構あると思うんですが、僕にとって多分このキールは残りの人生でもう1回来れるか来れないか、そういった感じの場所だと思います。最後にこの景色を目に焼き付けておきましょう。それでは移動の開始です。キールからハーグはご覧のように結構長い移動になります。途中通過駅として通ったのがブレーメンです。ブレーメンの音楽隊が有名な場所。途中で天気予報通り雨が降ってきました。また今回はバスでの乗り換えもあります。別に価格面でバスを選んだわけではありませんが、電車よりもバスが安いというのは日本と同じです。また地図を眺めていると国境が近いことが分かりました。この赤い線です。今からドイツを出てオランダに入っていくんですが、別に看板なんかはありません。現在国境の真上を通っている状態です。つまり今見ている左側がドイツで、この右側がオランダというなかなか珍しい状況になっています。多分この見えている中央分離帯が国境なんでしょう。窓の外にはオランダらしい光景が広がってきます。さて長いこと移動してやってきましたのがオランダのハーグです。オランダという国はご覧の通り海側に面しておりまして、現在僕がいるハーグという場所も海に近い場所です。このオランダですが、第一次世界大戦では中立国の立場を取っています。中立国なのでもちろんですが、戦いの後というものはありません。このハーグが存在感を増すのは第一次世界大戦が終わった後の話です。とりあえずお腹が減ったので何か食べましょう。これなんか自動販売機っぽいんですが、カードで買えるんでしょうね。
なかなか日本にはないタイプの自販機なんですが、これオランダで有名な食べ物らしいです。クリームコロッケをさらにカリカリにしたバージョン、そんな感じです。少しお腹も落ち着きましたので観光に向かいましょう。僕がぜひハーグで見たいというふうに思っていたのはこれです。ピースパレスと書かれています。日本語に訳すとそのまま平和宮というふうに呼ばれていまして、国際司法裁判所や常設仲裁裁判所の所在地というふうに書かれています。もともとはハーグで行われた万国平和会議で締結された条約に基づいて設立されたというものなんですけれど、その後いろいろな組織がこの中に入っていきまして、第一次世界大戦に関連するのはこの常設国際司法裁判所、これですね。でこれ何かと言いますと、1922年に設立された国際連盟における国際司法機関で、国際社会に初めて登場した本格的な常設の司法裁判所である。今から移動しようと思って調べてみたんですが、この路面電車ですね、1日券と1時間券というものがあるそうです。僕の場合は多分1時間で足りそうなんで1時間チケットを買おうと思います。どうやら1時間チケットというのはないようで、まあ、最低でも2時間のようです。まあ時間が長い分には全然大丈夫です。列車から見える景色に見とれていたら場所をね、折り間違えちゃったよ。なかなか綺麗ですよね。これもしかしてあれですか、長崎にあるハウステンボスのパサージュっていう場所があるんですけれど、それの元になったのがここかな。もちろんですが、本物にはやはり本物の風格があります。ヨーロッパの街並みはただ歩いているだけでも面白いです。なかなか珍しいなと思って見ていたんですが、どっちかが昔は線路なかったんじゃないかな。これあまりにも違和感があると思うんですよね。向こう側だけ草原で、こっちの方は道になっていて、こっちは普通に車が通ってるんで、多分昔からあったのはあっちの線路で、途中からもう伏線化してこっちの線路が出来上がったとか、そんな感じの歴史がありそうです。ハーグは事実上オランダの首都にあたる都市なんですけれど、この国会議事堂の目の前にあるおそらく大きな広場、ここにも信号がなく、だいたい皆さん適当に歩き回って渡っている、で車はそれを優先するみたいな感じになっています。そもそも車に乗っている人の数が少ない気がしますね。そういえばオランダは自転車を使う人が多い国だったと思います。だから相対的に車の数が減るんでしょう。さてトラムに乗ってやってきました。こちらがピースパレス、日本語でいう平和宮です。第一次世界大戦を経験して世界は平和を追求するようになっていきます。ということで大戦が終わった後は、大戦中に中立を守ってきた国が重要な立ち位置を占めるようになりました。このオランダは第一次世界大戦中に中立を守ってきた国だったということもあり、その後国際紛争を平和的に解決しようというふうな考えから、ここに国際的な司法裁判所が作られたのです。これは僕の予想になってしまうんですが、多分合っていると思います。ここに書いてある文字、各国の言葉で平和と書かれているんだと思います。この常設国際司法裁判所で活躍した日本人を一人紹介します。足立峰一郎という人物です。こちらの画像はパリ講和会議日本全権及び随言記念写真というふうに書いてありまして、まあ何かと言いますと、第一次世界大戦が終わった後に行われたパリ講和会議に向かった日本人たちの記念写真です。で一番最初に名前を挙げるべき人物としては、ここにいる西園寺金持でしょう。彼が全権となってパリ講和会議に向かいました。まあ、他にも有名な人物がいっぱいいるんですが、ここには近衛文麿、吉田茂、芦田仁といったように、後の日本の外交を担っていくような人物がたくさんいます。そんな中に先ほどお話しした足立峰一郎の姿もあります。足立峰一郎は国際法学者です。その経歴を買われてこの裁判所の創設に関わっています。その後彼は常設国際司法裁判所2期目の判事選挙で最高得票で当選、すごいですよね。常設国際司法裁判所の第4代所長まで務めています。あまり知られていない人物なので、そんな人がいたのかというふうに思う方も多いかと思いますが、実はこの有名な写真、ポーツマス条約の写真なんですけれど、この手前の一番左が
足立峰一郎です。彼は第一次世界大戦が終わった後の日本の地位向上に大きく貢献した人物の一人でしょう。せっかくここまで来たのでヨーロッパの北側にある海を見て帰りましょう。おー、普通に見えるんですね。すごいな。なんだあれ、向こうに、あれは風力発電ですか。現在僕がいるこの場所のずっと向こう側はもうね、海なんですけれど、なんであれどうやって作ったんだ。すごい、あれ風力発電ですよね。どう見てもあれは明らかに海のど真ん中に風力発電があるんですが、どうやって作ったんだあんなの。どうやら海辺に観光地を作るというのは全世界共通のようで、このオランダにもたくさんの観光客が訪れています。 Google マップで上空から航空写真を見た感じだと、なんかアメリカ西海岸にあるロサンゼルス、あそこのサンタモニカピアっぽいのがあるのかなと思っていたんですけど、なんかそれとはちょっと違った感じですね。向こうはもっとガチャガチャして賑やかな感じですが、こっちは綺麗で上品な感じです。せっかくなんで桟橋に上がってみましょう。すごいな、これ風も強いけど聞こえてますかね。おそらくヨーロッパで休暇を過ごすような場所なんでしょう。ああ、でも反対側を見てみたらこんな感じで、あまり商業的な印象は受けない様子です。ヨーロッパというとあまりビーチのイメージはありませんが、ちょっとその印象が変わりましたね。桟橋は2階建てになっていて、1階の部分はこんな感じで屋内になっているそうです。中はゲームセンターや、ちょっとした食べ物屋さん。このヨーロッパ旅行を通して初めて日本語を聞きました。近くに日本人の観光客がいたんですけれど、おそらく昔からこのオランダという国は日本と歴史的に関わりが深い国なので、現在もその交流が続いているのでしょう。それでは観光も終わりましたのでハーグを離れていきます。アプリで切符を買おうとしてですね、これ何回も試してるんですけれど全然なんか買えなくって、これもしかして僕カードの期限っていうか上限が来たのかな。一応こんな時のために現金は持ってきていますので大丈夫かなと思うんですけれど、日本円ですからね、こっちに両替する場所があるんですけれど空いてるかな。どうやら18時までのようで現在時刻が19時26分空いてませんね。どうしよう。そこら辺にいる人に事情を話して日本円とユーロを変えてもらうとか、そんな感じのことしかできないかな。あっちの券売機で自分のカードでもう一回試してみたんですが、こっちの券売機だったら買えました。つまりアプリがおかしくてカードは別に大丈夫だったんだ。ああ、よかったよかった。あわや外国で人生初の野宿をすることになるかもしれないというふうに思ったんですが、よかった切符を買いました。こういうもしもの事態がありますので日本円をユーロに変えておく必要があるということを痛感しました。明日の朝すぐに両替所に行きましょう。ということで19時48分の電車、乗る場所は3番ですね。多分この切符で合ってると思うんですけれど、この切符で乗れなかったら野宿は確定です。大丈夫か。タッチは、あ、よかった開いたよ。ここまで来れば野宿の心配はなさそうです。よかったよかった。さてブリュッセルに到着です。ご覧の通り日は沈んでいますので観光をするということはしませんが、この周辺にホテルがあり、ホテルに行く途中に世界一美しい広場というふうに言われている場所がありますので、そこに向かおうと思います。その世界一美しい広場というのがこのグランプラスです。確かにどこを見ても美しい。これ夜に来たら結構いいですね。さすが世界一と呼ばれるに値する広場ですね。普通に見ているだけでも全然飽きません。多分10分くらい見てるんじゃないかな。とりあえずホテルに行って荷物を置いてチェックインしましょうか。なんか昔はなかった場所に無理やりエレベーターを作ったみたいな、そんな感じのエレベーターで4階に向かいます。本日のお部屋は4階です。これですね、46。今日も昨日に引き続いて屋根裏っぽい部屋に宿泊となったんですが、なんか高級感ある屋根裏ですね。こっちはお風呂なんですが、あーすごい、なんじゃこりゃ。
これはなんだ、あ、暖房とかをここで、うん、ボリュームって書いてある、これ、うん、音量なんか流れんのか、うん、ちょっとよくわかんない。ベッドはこんな感じで一人用なんですが、僕は一人で来ているので十分です。現在時刻が10時半を回ったところです。夜ご飯に行きましょう。こんな時間でもやっているお店が多くて助かります。ベルギー料理というふうに書かれているお店に入ってきました。あ、やっぱり国によってビールの味も違うんですね。店員さんがよくわかんない言語を喋ってたんで何語なんだというふうに思って調べてみたら、ベルギーの公用語はオランダ語、フランス語、ドイツ語の3言語。すごいな、そんなことある？でもまあ地図を見たら確かにそうかなと思いますね。ここにオランダ、そしてこっちにフランス、そしてこっち側はドイツというふうになっていますので、小国3つに囲まれている、そんな国がベルギーです。ブリュッセルというのは結構小さな町のようで、この周辺に見どころというのが密集しているように感じます。治安も良さそうですし、何より雰囲気がとても良いので、夜に歩き回るっていうのも全然いいと思います。さすがにね、こんだけ海外にいたら米を食べたいなというふうに思っていましたので、お米が入っているパエリアを頼みました。これはベルギー料理なのかは分かりません。どうやらこの貝のようなものがベルギーの特産品のようで、いろんなお店で見かけます。で、向こうの方になんか入れ物を持ってきていただいたので、多分これは貝の殻を捨てるものでしょう。どう食べるのが正解なんだろう。フォークなのか、スプーンはないですからね。うん、お米は美味しいですよ。やっぱりさっき食べた貝は何なんだと思ったらムール貝ですか。はあ、なるほど、初めて食べました。なかなか栄えてるなと、いろんな人がいろんな言語で喋ってますよ。さて、今日は一番最初に出発したこのキールから、その次に行きましたのがここにありますハーグです。で、ハーグの後は移動しましてブリュッセルまで来ています。とはいえブリュッセルの中身はあんまり見ていませんので、明日の朝少しブリュッセルを見て回った後に、そのこっち側ですね、東にあるルーヴェンといった町に行こうと考えています。まあ、これは結構近いので普通に1日で終わるだろう、だからもう一つくらい行けるかなと思っているのが、次に向かいますのがですね、こっちです。フランスの方に入っていこうと考えています。こちらが第一次世界大戦が始まる前の世界の地図なんですけれど、真ん中にあるこの抹茶色のような国々が三国同盟で、その周辺にありますこの黄緑色の国々が三国協商と言います。この三国協商の方に後にアメリカが加盟して、で連合国というふうに呼ばれるようになるんです。で、何を話したいのかと言いますと、戦場の位置です。で、見てわかる通り、連合国と協商国はだいたいこんな感じで東部と西部で接してるんですね。だから戦線というのはどこに出来上がるのかというと、まあ、こっちの東部とこっちの西部に、まあ、東部戦線、西部戦線というんですけれど、そういった戦線が出来上がります。で、今僕がいるベルギーというのはここです。この白いのは中立国ですね。で、今からというか明日からはどこを見ていくかと言いますと、この西部戦線の周辺を見ていこうと思っています。ということで、明日も早いので早く寝ましょう。それではおやすみなさい。おはようございます。本日はベルギーの首都ブリュッセルからスタートです。 SD カードの容量がなくなりつつあったので、このように香港の動画の編集をして今書き出しを行っている最中です。ちょっと時間がかかりますので歩きに行きましょうか。とりあえずは軽く朝ごはんを食べれたらいいので、そういった感じの場所を探しましょう。昨日は暗い時間に街並みを見て綺麗だなというふうにお話ししていましたけれど、別に暗くなくても十分綺麗、すごいな。現在がもうすぐ8時半になろうとする時間なんですが、この時間でも結構いろんなレストランが空いているようです。道のど真ん中にこんな感じでため池のようなものがありまして、よそ見していたらなんか足を突っ込みそうになりました。さっきの広場からすぐ近く、つまりホテルからそう遠くない場所にパン屋さんがありましたので、ここで朝ごはんにします。今回のお店の人はフランス語を話していました。
本当にいろんな言語が聞こえてきます。別に何も考えずに入ったお店なんですけれど、このル・パン・クオティディアンといったお店が全国というか世界的にチェーンがありまして、でいろんな焼き菓子とかそういったものを提供しているそうなんですけれど、このお店がね、どうやら最初のル・パン・クオティディアンというふうに書いてありまして、このようにウィキペディアに載っていました。そんな感じで適当に選んだお店でも歴史を持っているお店が普通にあるというのがすごいところです。クロワッサンとアイスラテを頼みました。うん、コーヒー濃ゆめで美味しい。国際的って書いてあったんで日本にもあんのかなというふうに思ってですね、確認したらありそうですね。どうやら芝公園の近くにあるのと六本木駅の近くにあるのが日本にあるものかな。あ、いや、いっぱいありそうだ。偶然すごいお店を見つけていい気分になりました。あそこに書いてあったんですが、ここが世界で初めてこのお店ができた場所ですというふうに書いてあります。まだ朝早く観光客も少なめなので、この周辺の有名な観光地を巡ってみようと思います。ということで昨日の夜に来ていたグランプラスに到着です。これは多分夜に来た方が綺麗だなというふうに感じます。そんでね、有名な観光地の小便小僧といった像があるんですが、それはどうもここの道をまっすぐ行ったところにあるようです。こっちの道に進んでいる人たちが多いので、おそらく皆さんその像を見に行っているんでしょう。ヨーロッパを旅行していて思うのは、多分キリスト教の知識があったらすごく楽しいんだなというふうに感じます。また日本に帰って勉強しましょう。どうやらこのブリュッセルは結構なんか甘いものとか、あとはポテトかな、そういったものが特産のようで、よく見るのはチョコレートですね。他にもワッフル、多分ねワッフルが有名だったと思うんで、後で食べたいなというふうに考えているんですが、そんなことを言いながら到着しましたのがこちらです。これが有名な観光地の小便小僧です。いろいろと由来はあるそうなんですが、このブリュッセルに爆弾が仕掛けられた、そんな時にある男の子がやってきて小便をしたところ、その導火線についていた火を消すことに成功した、だから彼が英雄として扱われるようになったというふうな由来が有名です。この小便小僧の像の近くにこんな感じで、看板があるんですが、2023年の7月のスケジュールというふうになっていまして、今日はですね14日なんですが、このようにいろんな日付で、まあ、いろんなコスチュームをしますよというふうに書いてあります。この14日7月14という、日付を聞いてピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんが、フランス革命が始まった日です。ということで小便小僧は今日フランスパンを持ってフランスの格好をしています。本日7月14日はそういったこともあり、フランスのパリではパリ祭といったお祭りが行われています。このブリュッセルからも結構近いので、今日の夜にはパリに着くんじゃないかな。せっかくなんでベルギーのワッフルを食べてみましょう。どうやらワッフルには2種類あるようで、僕はこっちを頼みました。ベルギーの有名なワッフルとそしてチョコレートも一緒に楽しめるんで最強ですね。すごいな、ザクザクしてる。結構中身はスカスカというか軽い感じですね。あ、日本のワッフルよりも乾燥してると言いますか、サクサクです。多分2つ選べるうちの片方、このブリュッセルバージョンはサクサクで、もう片方は日本でも食べれるような普通のやつでしょう。ブリュッセルはどこを歩いても綺麗なんで結構僕は気に入りましたよ。とりあえず自分のホテルに戻って荷物を取ろうと思います。そういえば日本円をユーロに変えておかないといけなかった。ということで両替をしてホテルに戻ってきました。これが 127.4 ユーロというふうになってるんですが、ユーロを 127.4 か、127.4 ユーロを換算すると19,749円。僕2万円払ってこれなんで、250円か、手数料結構安いですね。残りの移動距離としましてはパリに行くくらいなんで、まあこんだけの距離だったらそのくらいの金額でなんとかなるでしょう。
それではブリュッセルを後にして次の町に向かっていきます。さてフランスに向かう前にこのベルギーの中にも第一次世界大戦に関連の深い場所があります。それがこのルーベンです。ということで電車を使うために駅へと向かっていきます。ここにあるドイツとここにあるフランスの国境地帯というのはだいたいこの辺りにあたるんですが、かつてこの周辺にはたくさんの要塞がありました。というふうになりますとドイツはフランスに入るという時にはこの国境地帯を通るのではなく一時的にベルギーに入ってでその後にフランスに入っていくという作戦を取った方が楽です。そのような理由でこのベルギーは第一次世界大戦では戦場になっています。それは第一次世界大戦に限ることではなくその後に起きた第二次世界大戦でもほぼ同じような理由でこのベルギーは戦場になっています。ルーベンに到着しました。日本ではルーバンと発音されることが多いんですがこのルーバンは地理的な要因もありまして第一次世界大戦で一番最初の激戦地になった場所です。駅の目の前にあるこのまっすぐの道をずっと進んでいきますと町の中心地に向かっていきます。このルーバンには大学がありその大学の図書館が第一次第二次世界大戦を象徴するような場所になっています。駅前の道から1階角を曲がりましてこのように綺麗な街並みを見ながら緩やかな坂道を登っていきますとこんな塔が見えてきます。これがルーバン図書館です。第一次世界大戦が始まるとドイツはこのベルギーに侵入していき現在僕がいるルーバンに到着します。するとこのルーバンは火の海に包まれてしまいこの図書館は燃えてしまいました。つまり中に入っていた本もことごとく焼けてしまったのです。そのようなドイツの行動を受けて第一次世界大戦ではプロパガンダ作戦が行われます。ドイツは悪い奴だからやっつけようそんな感じのことを国民に対して主張しまくったんです。結局第一次世界大戦はドイツの敗北にて終了しますので戦後この図書館にドイツの国中からたくさんの本が送られるようになります。そんな話が有名になって戦後にはたくさんの国々からこの図書館に本を送るという世界的な運動が行われます。この図書館は一種の平和の象徴のような存在になったのです。しかし第二次世界大戦が始まるとドイツは再びこのルーバンに侵攻してきます。するとドイツはこのルーバンの町に全く手をつけることはなくこの図書館のみを焼いています。現在我々が見ることができるこの図書館はその後に再建されたものです。このルーバン図書館の上の方を見てみるとこんな感じで動物と紋章が彫像になって表現されています。ここによく知る彫像があるんですが菊の御紋ですね。これは日本を表しているものでしてなんでここに日本の関連するものがあるかと言いますと当時この図書館を支援した国の中に日本があったからその感謝を表しているんです。そんな辛い歴史を持ったこのルーバンの町から第一次世界大戦西部戦線の旅を始めていこうと思います。今から向かっていく西部戦線ですがここにスイスといった国があります。このスイスの国境あたりからずっと穴を掘っていって最終的にこの海まで到達するそんなに長い戦線を作るんです。でそんなに長い戦線ですのでたくさんの激戦地があったんですが、今回巡っていきますのはこの周辺にありますイープルというそういった場所ともう一つこっちの方にベルダンという場所があります。その2箇所を見ていこうと思います。再び移動が始まりましたが、これまで結構移動してきましたのでこれから先の移動は短めです。ここでもバスに乗り換え上の方にはウェルカムインパッシェンデールと書かれています。パッシェンデールの戦いは第一次世界大戦の戦いの中でも有名です。移動が終わりバスを降りました。今から向かっていきますのがあそこに看板があるんですがメモリアルミュージアムパッシェンデール1917。帰りのバスがあるかを確認しておかないとさすがにねここで野宿はきついんででも大丈夫そうですね。ということで到着しましたのがこちらの博物館です。なんか想定していたよりもたくさん人がいるな。ちなみに現在地はここです。ベルギーの西の方にあります。もう少しでフランスに入るそんな場所です。第一次世界大戦の西部戦線の潜水機というのは結構異質でなぜなら戦場の位置がすごく長い間に固定されていたからです。年単位で戦線が動かないということが普通にありましたのでそれはつまり戦争の跡が深く刻みつけられているということです。
博物館に到着したんですが、ちょうど雨が降り始めたので、まあタイミングとしてはいいですね。日本語のオーディオガイドはないようなので、まあ仕方ないけれど、どうでしょうね、展示の説明とかあるんだったらわかるかな。この博物館は第一次世界大戦の戦線の一つである西部戦線の上にある博物館です。こちらにいるのはフランスの騎兵だと思いますが、ご覧の通り槍を持っているのがわかるかと思います。そしてこの槍以外にも武器は持っていまして、腰のあたりにサーベルがついているのがわかるかと思います。第一次世界大戦が始まった頃は槍やサーベルを使って戦うというイメージが強かったようです。ライフルは一番使わないんでしょうね、背中に背負っています。この頃ライフルを発射すると煙がものすごいことになっていたので、このように色が目立つような制服を着ています。これは後に第一次世界大戦で変わっていくんですが、だんだんと迷彩色、つまり見つけにくい服装になっていくんです。多分ここにある展示はそういった服装の変遷を見れるようにしているのかなというふうに思います。こちらも同じような展示で、各国の制服の違い、そして持ち物の違いを比較することができるようになっています。持ち物を見比べてみたところ、国によって持っていくものが結構違っているな、そして量も違うなという感じで、これ下の方にイギリスの国旗が見えていますが、当時のイギリス陸軍は徴兵制がありませんでしたので、おそらく職業的に軍人をしているんでしょう。西部戦線の特徴といえばやはり塹壕戦です。この左側にある国旗はドイツ帝国の国旗、赤い方でしょうね。そして反対の青い方がフランス。たった30メートルで撃ち合っていた場所もあったようです。こちらが塹壕での生活の様子。煙が出たら自分の場所がバレますので、なかなか火をつけるのも大変でした。最初に毒ガスを使った戦争は第一次世界大戦でした。そうなるとこのようなガスマスクが発達していきます。最初は人がガスを撒いていました。しかしそれだと危ないんです。なぜかというと風です。風が吹いたら自分の方向にガスがやってくる可能性もあります。ということで使われ始めたのがガス弾です。当初毒ガスを戦争に使うのは違法とされていましたので、このようにフランスとイギリスは交代していってしまいます。まあ後にフランスとイギリスもガスを使うようになるんですけれど、この辺りではおそらく前線で使われていた持ち物が展示されているんですが、下の方を見てみますと医療キットですかね、救急箱があります。その真ん中には手で使うノコギリがあります。塹壕に雨が降ったら足がどんどん冷えていき、凍傷になったらもう腐っていきますので、そうなると足を切断する必要が出てきます。その際にこのノコギリを使ったんです。この博物館の周辺で起きたのがパッシェンデールの戦いです。文字通り泥沼化しました。こちらイギリスの国旗がありますが、展示されていますのがイギリスの軍服です。先ほどとは違うところがあるんですが、何かというと防水機能がついているところです。塹壕に雨が降ってきたら本当に泥沼になってしまうので、このような軍服が開発されました。その写真がこちらです。もう真ん中に水たまりが出来上がっているのがわかるかと思います。男性が戦場に駆り出されたというふうになりますと、国内では男性に代わって女性が働き始めます。ここにいるのはイギリスの看護婦さんですね。左側はアメリカの、これも看護婦さんですね。額には赤十字のマークがあります。こうして女性が社会に参画するようになってくると、私たちにも政治に参加させろという話になってきます。こうして戦後女性の参政権が認められていくんです。おそらくこの写真は実物だと思いますが、ここにダグアウトと書いてあります。ダグアウトというのは防空壕のことです。今から入っていきますのが防空壕の体験です。これね、結構リアルに作ってあって、僕でもなんか怖いなと思いながら歩いていったんで、多分子供は無理なんじゃないかなと思います。こちらにあるのが、暗くて分かりにくいですがベッドです。戦争の途中はこのようなベッドで数日間もしくは数週間を過ごすということが普通にありました。
ちなみにここに再現されている防空壕はこの博物館のすぐ近くにある防空壕を大きさそのまま再現したものだそうです。これはおそらく武器を修理しているところかな。そしてこちらが医務室、つまり病院のような場所。当然ですが死んだ人、怪我した人がいっぱいいたでしょうから、おそらく匂いがすごかったでしょうね。まだ下の方があるようです。匂いといえばトイレですが、当時のトイレがこちら。当然ですがプライバシーなんてものはありません。こちらはキッチンですが、どう見ても衛生的ではないです。ちょっといいベッドがありますが、これは多分偉い人のお部屋。向こうの方に光が見えてきて、ここで防空壕体験は終了です。今から始まりますのがパッシェンデールの戦い、つまりこの博物館がある周辺で起きた戦いの展示です。ここにパッシェンデールと書いてありますが、もう現在の様子とは全然違います。ここに展示されているのがドイツ軍の大砲なんですが、パッシェンデールの戦いはものすごい量の大砲によって幕を開けます。先ほど写真を見たからわかると思いますが、もうね、本当に焼け野原になってしまったんです。この向こうに見えているカラフルなものが当時撃ち込まれた砲弾です。なぜこんなにカラフルなのかと言いますと、色によって砲弾の種類が違うからです。つまりパッと見て、あ、これは毒ガス弾とかわかるようにしてるんですね。例えばこの灰色ですが、これは毒ガスが入っています。そしてこの黒いもの、半分に割ったら中身が見えるんですが、このようにちっちゃいつぶつぶが入っているのがわかるかと思います。爆発した時にこの粒もバーンと広がるわけです。そしてこの黄色い方が衝撃を受けて爆発する爆弾。大体第一次世界大戦というとこのような銃での戦いを思い浮かべるかと思いますが、塹壕戦となると兵士と兵士がぶつかり合う、そんな戦いもあったので、このように視察用の武器も使われました。これは塹壕戦で使われたものですが、下の方が豚の尻尾のようになっています。これをぐるぐる回して土の中に埋め込んでいくわけです。そしたら上の方にこのような丸い部分が出てきます。そこにこんな鉄条網を通して敵の突進を防ぎました。つまりこんな感じです。ということで塹壕を体験していきましょう。ドイツ軍の塹壕の写真ですが、この塹壕がここに再現されています。最前線でも交代制で兵士たちは休憩をとっていましたので、このようにおそらく待機するための場所だと思うんですが、少し防空壕的な部屋があります。日本のお城もこのように道を曲げて敵が向こうからやってきてもすぐには撃たれないというような作りをしていますが、塹壕も同じで向こう側が見えないようになっています。これは日本のお城でいうところの狭間です。このように段差を上がり向こう側を狙います。ちょっとこれだったら狙えませんけれど、実際に狙えそうなものはこちらで鉄製のものです。パカッと開けたら向こう側が見えるようになっています。今まで通ってきたのがドイツの塹壕、しかしここから始まりますのがイギリスの塹壕です。見てわかる通り全然違います。左右にはトタンが使われていて、足元にはスノコ。ドイツは海上輸送を遮断されていましたが、イギリスは物資が豊富にあったということでしょう。こちら上に登ってみたら、先ほど話していた鉄条網が再現されていました。さすがに尖ってはないです。実物大で再現している博物館というのは貴重だと思います。それでは屋内に戻っていきます。もうこの博物館も最後の方です。この博物館周辺で起きたパッシェンデールの戦いが結構メインの扱いだったなというふうに感じます。この奥の部屋入っていくと、現代アートでしょうか。奥にはタイトルが書かれていました。フォールズ・ザ・シャドウ。奥にある画面ですが、おそらくこの写真のような光景を写しているんだと思います。だいたいこの写真を見たら、奥の焼け野原を見て第一次世界大戦はすごかったんだというふうに思うかもしれませんが、実はパッシェンデールの戦いで一番多かった死因というのは溺死です。つまり手前にある沼で溺れ死んでしまったんです。一度足を踏み外したら最後で、ゆっくりと沈んでいって溺死するしかなかったんです。つまりスノコに乗っている人は
慌てふためいて沈んでいく味方の兵士をただ見ていることしかできませんでした。少し気分が重くなってしまいましたが、見る価値がある博物館だと思います。現在時刻が16時47分、次のバスが今ちょうど行ったばっかりか、16時44分が行ったばっかりなんで、次は5時14分、30分くらいあるのか。なんかすぐ近くにお店があるので、あそこでちょっと暇を潰しましょう。どうやらバーだったのでビールを一杯頼みました。これで暇を潰しましょう。この旅行は結構アルコール飲んでんな。まあ今日はあとフランスに行けば1日終了みたいなもんですから大丈夫でしょう。すごい、これアップルの地図なんですけれど、多分これは現在17時17って書いてあるの、遅れてるのが2分間反映されてるんでしょうね。へえ、こんな便利な機能があるのか。さて、イーペル周辺は満足できましたので、今からバスに乗って移動していき、電車に乗り換えて向かっていきますのはこちら、パリです。バスがやってきましたので移動していきましょう。とはいえすぐにバスを乗り換えないといけません。一度イーペルでこのバスを降ります。次のバスまで30分間くらい時間がありますので、まあ、せっかくならこのイーペルのお城を見てみようと思います。なんかパッと見た感じは彦根城みたいだなというふうに思ったんですけれど、これはヨーロッパの石垣はどうなってんだ。 石なんだ。でもなんかえらく綺麗ですね。日本はもっとなんかゴツゴツした感じの石が並んでいるイメージなんですが、これはレンガに近い気がします。他にもこの塔とかは日本にはないですね。とはいえ周りを水堀で囲んで防御にするということは基本的に同じようです。予想の話にはなりますが、向こうに見えている石、あれはお墓で、おそらく大戦のものでしょう。日本のお城と同じようにこのように様があり、ちょっと中見たら結構暗いな。こんな感じだったんですかね。まあ何せよ外敵から身を守る、そういった工夫が見られます。どうやら内側からは上に登ることができそうです。おお、なんだこれ、古地図だ。ここに書いてあることを読んでみると、この町の周りにはこういった門が10個くらいあったようで、現在残っているのはこれだけのようです。そして先ほど通ってきた道はこの道でしょうね。ぐーっと曲がって多分ここら辺は埋められたんでしょう。で中に入ってきて現在地はこちらです。現在地の地図を見て確認してみると、だいたい道は残っているっぽいですね。この道がここにあります。この曲がっている道ですね。で横見たらここに川があるのが見えるんですが、現在の地図で確認してみたら川がないように見えますが、でもね、なんかこの家の感じを見たら多分川の上に立ってるっぽく見えるんで、もしかしたら残ってんのかと思って、さっきの門の入り口に戻ってきたらありますね。ということはこの門を入ってすぐの道の左側、この辺りに暗渠があり、現在も下水道かなんかになってんのかな。多分この四角はそこを開けるためのものでしょう。さてお城の門の上に登ってきたんですが、やっぱり日本とは全然違いますね。こんな丸いような構造物は日本にはないと思います。なるほど、このイーペルも両方式城郭で、まあ、大砲を撃って戦うみたいな、そんな感じのお城だったようです。でこれはですね、多分向こうの方から見た、こっちの方を見た絵なんですけれど、かつてはこんな感じの街並みが広がっていました。あんまり遠くまで行ったらバスに乗り遅れますので、ちょっとこの辺にしておきましょうか。僕の iPhone の地図がバスに乗った方が早いですよというふうに言ってたんで、よしじゃあバスに乗っていこうかなと思ってたんですけれど、なんかねバスが変な方向に行って、いやこっちじゃねえじゃんってことで降りたんですけれど、ちゃんといいルートを教えてくれればいいんですが、結局こうやって歩く羽目になっています。どのくらい歩くかというと、だいたい40分間くらい歩くんですが、いやそんなんならね、最初からもう僕電車使って行ったんですけどね。とりあえずこの道をずっとまっすぐ行って川を渡ったところを右のようです。どうやら川がありそうなんですが、あれが橋でしょう。ということで川に到着です。これでだいたい半分くらいってことは、まあ全然歩ける距離ですね。
あとはこの道をまっすぐ行けば駅に着きます。多分あの遥か彼方に見えている丸いやつが駅でしょうね。あれもしかしてと思って確認してみたんですが、どうやら僕歩いて国境を越えていたようです。現在いるのはもうすでにフランスに入っています。もしかしたらさっき乗っていたバスもフランスの国境まで連れていく、そんな感じのバスだったのかもしれません。さて先ほど見えていた丸い屋根の建物にやってきたんですが、これが駅なのか。どうやらこれは映画館のようで、向こうに見えているのが駅のようです。とりあえず駅には到着したけど、開いてんのか。あ、開いてるのは開いてるな。いや閉まってんぞ。でもプラットフォームに人はいるんで、どっかから入れるんだな。よかったよかった、裏側から入れましたよ。いやー危ないな。入れたのは入れたんですが、チケットを売る機械が壊れてるっぽくって、チケットが買えないんですよね。どうしよう。まあこれに乗らないと次は6時31分ですからね。中に入って車掌さんに事情を説明するしかないかな。今から2時間7分後にパリに到着ということなんで、多分10時くらいに到着でしょうね。現在乗り換えで歩いているところです。フランスは本日が建国記念日です。だからこんな感じで旗が立っているのかなというふうに予測できます。この電車に乗ってしまえばあとは乗り換えはなくパリまで一直線です。ということでもう日が沈んでしまいまして、到着したのがパリ北駅です。さてフランスのパリに到着です。本日宿泊しますのはこのホテルを出て目の前あちらにあります青い看板のホテルです。4e étage, ouverture.窓の外はこんな感じで通りに面しています。おはようございます。昨日はそのまま寝ちゃいました。現在地はパリです。もうある程度準備も終わったんで、あとは出るだけなんですけれど、今日はパリにもう一度泊まろうと思っていまして、現在地がこちらで、今日泊まるのがこちらだから、まずは、このホテルに向かって荷物を置きに行きます。荷物を置くことができましたので駅へと向かい移動していきます。さてチケットを2つ購入することに成功しました。これを使ったら中に入れるようです。多分こういうことだな。ん？無事中に入ることができました。さて地下鉄に乗って移動してきましたのがバスティーユ広場です。おそらく名前を聞いてピンとくる方も多いと思いますが、これはバスティーユ牢獄があった場所です。このように塔が立っていて、その間を、壁があるみたいな、そんな感じの牢獄だったんですけれど、この床を見てみるとなんか点々点々点々というふうな感じで、跡があるわけですね。これがバスティーユ牢獄の跡です。1789年の7月14日、つまり234年前のちょうど昨日です。その日にここにあったバスティーユ牢獄が襲撃されました。その事件がこのフランスの建国記念日となっているんです。当時このフランスを統治していたのはルイ16世です。彼が統治を始めた頃にはこのフランスはもうほとんど財政破綻、そんな状態に陥っていました。重い税金に苦しんだ民衆たちは武装蜂起します。当時ここにあったバスティーユ牢獄には弾薬がたくさんあるという状態でした。なので民衆たちはこの牢獄を襲って弾薬を手に入れようとしたのです。こうしてこの場所から始まったのがフランス革命です。現在皆さんが目にしているこの革命記念柱といった柱なんですけれど、よく勘違いされていますが、これはバスティーユ牢獄襲撃事件を記念したものではありません。これはその後に始まった、7月革命ですね。その際の革命を記念した柱です。いつの頃の地図かは分かりませんが、パリ周辺の古地図を見つけました。これは、北がですね、こっちが、左の方向になっていますので、ちょっと分かりにくいですね。普通の地図であればこんな感じで北が上になっているんですが、さっきの地図はこんな感じの状況が映っていました。
で、分かりやすいのは何かなと思ったら、ここにね、島があるの分かるかな。この島がおそらくパリのシンボルとして有名でしょう。地図を見ても先ほど見ていた島がここにあるのが分かるかと思います。ここに有名なパリのノートルダム大聖堂があるんですが、現在地はどこかと言いますと、ここにありますね。ちょっと柱が何本か立っているのが分かるかと思います。これがバスティーユ牢獄です。ご覧になったら分かるかと思いますが、現在僕がいるバスティーユ牢獄、ここですね。ここはパリの端っこにあたる場所でした。つまりこのバスティーユ広場から向こう側はかつてパリの外側だったんですけれど、今から向かっていくこっち側はパリの内側になっています。ということで再び地下鉄を使ってパリの端っこからパリの中心部の方へと向かっていきます。到着しましたのがコンコルド広場です。向こうの方にはエッフェル塔も見えています。おそらくパリ祭の後片付け中ということもありまして、あんまりね景観は良くないんですけれど、何にせよこの周辺にかつてルイ15世の騎馬像がありました。フランス革命によってルイ15世の騎馬像は撤去され、ここに何が置かれたかと言いますと、ギロチン台です。こうしてフランス国民は自らの手で王様を殺し、フランスでは絶対王政が崩壊します。こうしてフランスでは共和制が成立し、その革命は全国に広がっていくんです。そうなると困るのがフランスの周辺の国々です。各国はこのフランスが共和制になった、王様を殺したというふうになりますと、いやこの周りにいる王様も不安になるんですね。もしも自分の国の国民が自分を殺すようになったらどうしよう、そういうことを考えます。ということで周辺の国々がこのフランス革命に介入を始めていくんです。当時フランスは出来上がったばかりの国なのでうまく回っていません。もちろん最初の方は負けていきます。そこに現れたのがナポレオン・ボナパルトでした。彼がこのフランスを率いて戦っていき、フランスは勝ちまくっていきます。そんなナポレオンに関係のあるノートルダム大聖堂に向かっていきます。移動には観光客に人気の水上のバス、あそこにありますが、バトビスというものがあるらしいです。インターネットでチケットを購入して、下の方に QR コードが出てきますので、その QR コードを船に乗る前に機械に読み込ませると乗ることができます。主要な観光地はこのセーヌ川沿いにありますので、水上の交通機関を使って移動することができるんです。それでは左右に少し揺れながら出港です。先ほど僕が訪れていたコンコルド広場を左手に見ながら、セーヌ川を上流の方へ向かっていきます。ちなみにこのセーヌ川ですが、この川自体が世界遺産となっています。さて右側に見えてきましたのがオルセー美術館、ゴッホの絵が有名。そして左側に見えてきたこちら、これがルーブル美術館、モナリザが有名です。インターネットを使っていたらメッセージが来まして、多分これ 100% の容量を使い切りましたよっていうことだと思います。実際に何て書いてあるかを検索してみたんですが、やはりインターネットが繋がらなくなっているようなんで、おそらくこれは SIM カードを買わないといけないでしょうね。容量が切れたのがパリでよかった。パリだったらどっかにあるでしょう。ルーブル美術館は1日あっても足りないということで有名です。この船以外にもいろいろな船がこのセーヌ川を通っておりまして、中には個人が所有しているんじゃないかと思うような小型のボートもあります。さて近づいてきましたのがシテ島といった名前の島です。先ほど地図を見てここに島がありますねというふうに言っていた島がこのシテ島です。確かパリの街並みはこのシテ島を中心として作られたという話を聞いたことがあるので、おそらく最も古い市街地ということでしょう。このシテ島にありますのが現在僕が目指しているノートルダム大聖堂です。このノートルダム大聖堂ですが、数年前に火事になってしまったというニュースを目にした方も多いと思います。現在工事が行われているのはおそらくその影響でしょう。工事の規模も思っていたよりでかいですね。やはりどうやら近づけないようになっているようで、ここから先は壁があり向かえません。
でもまあここまで近くに来て綺麗な姿を見ることができるので十分満足です。近くにこんな感じの階段がありまして、階段を登ってきたらこのように綺麗に見えるスポットがありました。天才的な軍事的才能を見せたナポレオンは最終的にフランス皇帝に即位します。その即位式が行われたのがこのノートルダム大聖堂です。こうしてフランス帝国が成立します。ナポレオンはめちゃくちゃ強いので、このヨーロッパの大半を手中に収める、そんな事態になるんですけれど、そのフランスがこちらにありますロシアと戦うことになったら、ここでロシアが勝利します。ということでナポレオンは敗北。こうしてナポレオンは島に追放されてしまいます。こうしてウィーンでお話ししたウィーン会議が行われ、ナポレオン戦争が始まる前の状態にヨーロッパは戻されるんです。ということでパリを離れていくんですが、とりあえずね、 SIM カードはここら辺で買っておかないといけないと思うんで、まず探さないとな。とうとう地図も使えなくなっちゃったんですけれど、まあ多分人に聞けば大丈夫でしょう。やっと見つけました、これですね。無事ネットが復活したんでよかったんですが、結構時間使っちゃいましたね。今からベルダンに向かっていきます。とりあえず地下鉄に乗って主要な駅に行き、その後は結構大きく移動していくんですかね。と思ってですね、パリからベルダンまでこれ検索してみたら、現在時刻が1時46分なんですが、1時46分、まあ一応ねこの1時58分乗れるんですが、じゃあこれちょっと待てよって、ベルダン結構田舎だから、もしかしたら帰りがないんじゃないのと思って検索したらですね、まあ、案の定なかったわけですよ。朝しかないという感じで、さすがに今日帰ってこれないとなると、こっちにホテルを取ってるから行くのはやめておこうと思います。今回僕が行こうとしていたベルダンというのはここにあります、まあ、見てわかる通り結構田舎にありますので、さすがにね電車がないのは仕方ないなと少し残念ではありますが、今回は諦めましょう。ちなみにベルダンというのは第一次世界大戦の激戦地として知られている場所です。こんな感じでね、あのお墓があったり、他にも写真はないかな、一応塹壕っぽい、あ、こんな感じこんな感じ、塹壕っぽい跡があったり、これは多分塹壕というよりは要塞的な感じだと思うんですけれど、まあ、そういった感じでね、いろんな戦績が残っているんですが、でもまあ第一次世界大戦の戦績という点でいけば、このパッシェンデールの戦いを見てきたので大丈夫かな。そうなるとちょっと余裕が出てきましたね。現在時刻が1時51分の32秒。昼ご飯食べましょう。偶然この駅は割とでかい駅なので、なんかあるでしょう。歩いてみていい場所があったら入ります。なんかいい感じのお店があったのでここにしよう。ただ通り道にあっただけという理由で入ったお店がこのクオリティですからね、すごい。目の前の光景もすごいんですよ。めちゃめちゃ景色が綺麗。すごいよねこれ、普通にここでみんな生活しているんですから。サーモンとこれ多分チーズでしょうね。食べて気づきましたが、この厚さがね全然日本と違う、めっちゃ厚い。この赤いつぶつぶは何なんだ、なんかパリパリして、食べたことない味がするけど、多分香辛料のなんかでしょうね。こっちはパッと見何の食材か分かりません。どう食べるのが正解なんだろう。何かは分かんないけど美味しいです。今気づいたけど、そうか、フランスだからフランスパンなのか。食事を持ってきた時に楽しんでというふうに言われたのがね、日本ではないなというふうに思いました。多分フランスの人たちはご飯を楽しむっていう、そういった感覚なんだと思います。大体僕は食に対して全然興味がないので、食事を楽しむという感覚はないんですが、逆に僕は何を食べても美味しいと感じるので、それは旅行していてとてもいいことだと思います。ちょっと予定が変更になりましたが、今日は遠くに行くことはやめて、このパリの周辺で観光を行っていきます。ということで次は凱旋門に向かっていきます。今検索していたらベルサイユ宮殿は予約が必須ということなんで、皆さんもしも行く人がいたら気をつけてください。予約サイトで一応選択してみると、7月19日か、今日が15日なので16、17、18、19と4日間も後ですからね、迷います。多分外観を見るだけで中に入ることはしないと思います。何せよ今到着しましたのがエドワール凱旋門です。ご覧の通りこの凱旋門は向こうの門の下まで行くことができるんですが、まあ、見てわかりますが、ここをね突っ切っていったら死んでしまうんですよ。
多分地下道があるんだろうと思って周りを探したらこんな感じで階段がありました。地下道を通ればこんな感じでもう足元の部分まで来ることができます。多分このフランスの国旗があるのはいつもではないんでしょうね。もともとこの凱旋門はナポレオンが自分の戦いに勝ったことを記念して作ったそういった門です。門の下にはこんな感じで様々な、板に文字が書かれていまして、これはフランスの第三共和制の時のものです。他にも様々な碑文がありフランスの功績がここに称えられています。こちらにありますのは1918年の11月11日この日付は何かと言いますと、ドイツと連合国の休戦協定と書かれていまして、つまりは第一次世界大戦が休戦に入った日です。中でも一番大きくて目を引くのがこの碑文です。ここに書いてある文字ですが、まあ、数字は日本人もわかると思います。1914年、これは第一次世界大戦が始まった年、そして1918年は第一次世界大戦が終わった年です。この碑文は何かと言いますと、ここに書いてありますが、死亡したフランス兵が眠っている場所として書かれています。日本人にとって大戦といえば第二次世界大戦のことを指しますが、ヨーロッパの人々にとって大戦といえば第一次世界大戦のことを指します。そのような感覚の違いを象徴するような場所だと思います。それではこの旅行も終わりに近づいてきましたので、戦争の終わりを象徴するような場所に向かっていきます。さて電車に乗ってやってきましたのがベルサイユ、向こうに見えているのがベルサイユ宮殿です。パリの市民がベルサイユまで行進するということもあったくらいなんで、まあ、歩けるくらいだろうと思ってたんですが、4時間10分というさすがにねこれは歩きたくないなと思ったので普通に電車を使いました。あそこにいらっしゃいますのはルイ14世です。このベルサイユ宮殿を作った本人で、まあ、有名な言葉がありまして、チンは国家なりというふうに言った人。戦争の終わりの話をしていたのになぜこんなベルサイユ宮殿にやってきたのかと言いますと、第一次世界大戦が終わる時の講和会議、パリ講和会議が行われたのがこのベルサイユ宮殿だからです。ドイツ帝国は3回の戦争を経て成立したという話をしたと思います。その3回目の戦争というのがこの普仏戦争です。フランス帝国とプロイセン王国の間で行われた戦争というふうに書かれていまして、まあ、注目していただきたいのは画像が遅いな、この左上なんですが、その3回目の戦争で勝ったのがプロイセンです。つまりここら辺にあったプロイセンがこっちのフランスに攻め込んできて、フランスに勝利したことでドイツ帝国が成立する、そんな感じなんですけれど、そのドイツ帝国が成立したのがこのフランスの中にある現在僕がいるベルサイユ宮殿です。先ほど見ていたこの絵はその時の絵です。こちらがヴィルヘルム1世で、こちらがビスマルクですね。だから現在この部屋ですけれど、向こうの方に鏡があるのがわかるかと思います。これは現在僕がいるベルサイユ宮殿の鏡の間です。つまりベルサイユ宮殿の中にある鏡の間というのはフランスにとってはドイツに負けた歴史的な場所として屈辱の場所でした。ということで第一次世界大戦でフランスがドイツを倒したというふうになりますと、フランスはわざとこの鏡の間を選んで第一次世界大戦の講和条約を結ばせます。それがベルサイユ条約です。さっきの絵の背景に注目してみると、この絵の背景と全く同じ壁が描かれているのがわかるかと思います。つまりフランスはドイツにやり返すためにこのベルサイユ宮殿を選んだんです。それでは本日の行程は終了してホテルに戻っていきます。今ホテルに帰ろうとしていて、この M ってやつがメトロで地下鉄の入り口なんですけれど、向こうの方にエッフェル塔が見えたので、あ、そういえば今日エッフェル塔行ってないなと思ってちょっと行きましょうか。ここからエッフェル塔は黄緑の6番線に乗ってちょっと歩くようです。見えてきました、こちらがエッフェル塔です。エッフェル塔はその名の通りエッフェルさんが設計したという塔でして、これはもともとパリ万博が行われるということで作られたものです。どうやらあの辺りを見てみると、自分の足で歩いて降りていっている人たちが見えます。僕は自分の足を使うのが結構好きなんで階段で登ってみようと思います。さて結構並びましたが階段に到着です。ここをずっと登っていけば上に行けます。現在はこんな感じでエレベーターを使うことができるようになっていますが、万博が始まった当時はこのようなエレベーターはなかったんです。全員こんな感じで
階段を使って登っていました。鉄骨の部分をずっと登ってきまして、これは鉄板があるのかな。ちょっと暗くなりました。さて登ってきましたのが展望台の1階です。どうやらこの上の方に行く道もあるようで、まあお金を払ったらいけるようなんですけれど、今回はここまでですね。ここに1867というふうに書いてありますが、1867年に日本が初めて参加した万博が開かれました。その会場になったのがこのパリです。これ見たら分かりますが、会場は丸かったんですね。ぐるーっと円形の会場があり、左の方にはなんか塔があるみたいな、そんな場所なんですけれど、現在僕が眺めているこの場所が当時万博が行われていた会場があった場所です。ズームをしてみると、ここにぐるっと丸い形の庭園というか、なんだろうな、広場みたいなものがありますが、ここがかつての万博の、メインの会場です。そして先ほど見た左側にある塔ですが、現在もあそこに見ることができます。つい最近青天を衝けといった大河ドラマがあったんですが、その大河ドラマの中で渋沢栄一がパリを訪れて万博に向かう、そんなシーンがありましたが、その会場がここです。どうもぐるっと周りを見てみた感じだと、パリの周辺は丘があるんでしょうか。ずっと坂道で登っていくような形になっていますね。いつも僕が日本で使っているあの高低差を見るやつは使えないっぽくって、確認できませんね。現在僕が見ている方角が北側の方角なんですが、今日僕が歩き回ったのはだいたいこの北側の方角なんで、ちょっと確認してみましょうか。この三角形の屋根ですね、この屋根見覚えがあると思いますが、これはコンコルド広場、つまりギロチン台が置かれていたんですよという話をした場所。そしてここからずっと船に乗って移動していきまして、だいたいルーブル美術館とかがあるあたり、そしてさらに向こう側にはおそらく あったあった、あれがパリのノートルダム大聖堂です。どうやらまだ上に行けそうなんで行ってみましょうか。さらに上まで登ってきました。さっき行ったのがここで、今いるのがここなんで、だいたい2倍くらいの大きさかなというふうに思います。多分映像で見ても高さは全然伝わらないなと思うんですけれど、まあ、実際に登ってみると高さは感じます。先ほど見えていたノートルダム大聖堂の見え方が全然違うようになっていますので、高い位置にやってきたのは分かるかと思います。待ち時間は長かったんですが、ここまで登った甲斐はある、そう思えるような景色です。それでは名残惜しいですが、エッフェル塔を降りていこうと思います。僕は全然大丈夫だったんですが、結構皆さん疲れてたんで、あんまり歩き慣れていない人とかは普通にエレベーターを使った方がいいと思います。下から見たら登った距離としてはそんなになさそうに見えますよね。それではホテルに向かっていきましょう。おはようございます。本日最終日です。今から向かっていきますのがコンピエーニュという場所に向かっていきます。8時37分の電車。相変わらずプラットフォームの番号がまだ出ていませんので、カフェラテとチョコレートクッキーを買ってきました。プラットフォームの番号が出てきましたので、列車に乗り込んでいきます。電車が一時止まっているなというふうに思ってたら、向こうの方から車掌さんがやってきまして、こんな感じで目の前に故障した電車がありますと教えてくれました。そんなことあるんだ。結局30分くらい待って出発です。日本の鉄道の凄さを再確認しました。海外に行ったら逆に日本の良さに気づきますよね。さてコンピエーニュに到着です。帰りの列車は結構ありそうなんで、あんまり時間を気にせずにこの観光をできるでしょう。ここから目的地に行くのは基本的にタクシーしかないらしいので、タクシーを使って移動していきます。現在の場所を見てみると、このパリから北東の方角にある場所です。で、今から向かっていきますのがこのピンク色の、博物館なんですが、とにかく行ってみればわかるでしょう。タクシーで連れてきてもらいました。ああ、あっちにある、これを見たかったんですよ。上の方には1918年の11月11日の日付が書かれており、ここには剣があって、その剣が突き刺しているのは黒いワシの姿です。左側には1914年第一次世界大戦が始まった年、そして右側には1918年
第一次世界大戦が終わった年の年代が書かれています。下の方に書かれている、文字ですけれど、これ翻訳したところによりますと、見えますかね、フランス祖国の擁護者、そしてアルザスとロランの栄光の泥は解放者の英雄的な兵士たちへと書かれています。コンピエーニュの森といった名前から想像できるように、ここは森なんですけれど、こんな感じで第一次世界大戦に関連する石碑があるというのは、やはりここに何かがあるからです。それではこの石碑を離れまして、正反対のこちらの道を進んでいきます。その道の入り口すぐそばにこんな感じの看板がありまして、下は何て書いてあるのかと言いますと、休戦協定の空き地と書かれています。それだけである程度予測はつくと思いますが、ここは第一次世界大戦の休戦協定が結ばれた場所です。それだけではなく、この場所は第二次世界大戦でのドイツ・フランスの休戦が結ばれた場所でもあります。ここにありますのは線路なんですけれど、まあ後で説明しようと思います。ここに線路があることを覚えておいてください。ここに文字が書いてあるんですが、先ほど翻訳したらここにはドイツ全権というふうに書かれていました。そのドイツ全権と書かれたプレートの真ん中にはもう一つプレートがあり、そしてその向こう側にはまた同じように線路があってプレートがあります。とりあえずこっちの文字を翻訳しましょうか。あまりにも石碑が大きすぎたので写真に撮って翻訳ということができなかったんですが、こうやって打ち込んでみると、1918年の11月11日ここでドイツ帝国の犯罪組織のベールが崩壊し、彼が奴隷化したと主張した自由民によって打ち負かされました。ちょっと難しいな。何にせよ日付からわかるかと思いますが、第一次世界大戦の休戦協定の石碑です。もう一個見ていない方のレールには何て書いてあるんだ。こちらには何て書いてあったかと言いますと、フォッシュ元帥と書かれているようです。すぐ近くにはこのように石像があり、下を見てみるとこのようにこの人物は先ほど書いてあったフォッシュだということがわかります。このフォッシュという人物ですが、誰かと言いますと、ここに書いてありますね、フランスの陸軍の軍人さんです。先ほどドイツ全権というふうに書かれた石碑がありましたが、このフォッシュがフランス側の全権でした。つまりどういうことかと言いますと、向こうにはフランスの全権フォッシュがやってきて、そしてこちらにはドイツから全権がやってきたんです。そうやって集まった各国の代表により、この場所で第一次世界大戦の休戦協定が結ばれます。この後ろに、客車が見えていますが、この客車が止まっていた位置というのが先ほどから見ているこの場所です。近くには博物館がありますので見てみようと思います。ここに展示されているのはレプリカではありますが、当時休戦協定が結ばれた客車が再現されています。ちなみにこれが休戦協定の絵です。内部にはどこに誰が座っていたのかということが分かるように名前が書かれています。動員された兵士の数がここに記されていますが、この中には日本の兵士の数も記されています。ドイツとフランスの戦い、西部戦線は基本的にドイツ軍がどんどんフランスの方に攻め込んでくるといった戦い方でした。でドイツ軍というのは何を狙っていたかと言いますと、フランス軍がですね、この周辺で、つまり国境ですね、国境周辺でドイツ軍を食い止めていましたので、こっちの、ベルギーの方からぐーっと入っていって、でこんな感じで挟み撃ちにしようというふうに考えていたんです。しかしフランス軍がこの周辺ですごく抵抗しましたので、ドイツの軍勢はこの辺りで止められてしまいます。その抵抗の際にはこのパリから向こうの戦線の方に向かってタクシーが使われました。この博物館にはその際に使われたタクシーが展示されています。この説明書きを翻訳してみますと、軍隊を輸送するには列車では十分ではないため、パリの軍勢がこのタクシーを使って移動していったというふうに書いてあります。その他にもこちらはベルダンの戦い、こっちはソンムの戦いといいまして、フランスの戦いについて説明がされています。先ほど見ていた写真がここにあります。こっちには別のバージョンでしょうね。少し人物の角度が変わっているんですが、当時の様子がこのように写真で見れます。
先ほど見てきた広場の周辺なんですが、かつてはこんな感じで完全に森の中だったことが確認できます。あちらに見えている写真ですが、その写真が撮影されていた当時の様子がここにミニチュアで再現されています。この写真が撮影されたのはフランス側の客車ですので、おそらくこの右側にあるのがフランスの車両、そして左側にあるのがおそらくですがこちらがドイツでしょうね。だから現在僕がいる博物館というのはだいたいこの木が茂っているあたりでしょう。おそらくこれはベルサイユ条約に関する展示だと思うんですが、日本では日本を含めて5大国というふうに教えているのに対して、ヨーロッパでは4つの国の代表がここに展示されています。日本からは西園寺金持ちを全権としてこのベルサイユ条約に参加したものの、基本的に日本は意見を言うことはなかったというふうに言われています。実際日本はこのベルサイユ条約の時に自分たちの外交力のなさに気づき、それ以降外務省の改造が行われていきます。この映像は動画の中に入れようか入れまいかというふうに迷ったんですが、やはり重要ですので入れておこうというふうに考えて公開しています。第一次世界大戦が終わったのは1918年というふうに言われますが、これを見たら分かるように1918年に戦争が終わったと言えない人もたくさんいたんです。第一次世界大戦で敗北したドイツには多額の賠償金が課せられました。それが一つの要因として台頭してきたのがヒトラーです。第二次世界大戦が始まるとドイツはフランスに侵攻しパリに入城。ヒトラーは第一次世界大戦の屈辱を忘れていませんでした。ヒトラーが休戦協定の場所に指定したのはコンピエーニュの森、かつて休戦協定が結ばれた車両でした。こうして保存されていた車両を引っ張り出してきて、そこで休戦協定が結ばれます。現在僕がいる博物館はここ。この博物館から客車を引っ張り出してきました。これが当時の写真です。手前には先ほど見てきた線路が見えており、ヒトラーの姿が確認できます。こうしてフランスの第三共和制は終了、ドイツによるフランス占領が始まっていきます。その後休戦協定が結ばれた客車はドイツのベルリンに運ばれて展示が行われています。フランスのコンピエーニュから運ばれた列車はドイツのベルリンに到着し、その後また別の場所で保管されました。しかしドイツの劣勢が確定してくると、同じ車両を使ってまた降伏文書を書かされると感じたヒトラーにより車両は爆破されます。ここに展示されているのはその残骸です。この森が第一次第二次世界大戦の中で大きな役割を果たした場所だということが分かったかと思います。博物館の人にお願いをしてタクシーを呼んでもらいましたので、タクシーで駅へと向かっていきます。到着してすぐに見たこのモニュメントですが、黒い和紙というのはドイツの象徴であり、上にある剣というのは連合国の象徴です。僕の調べ方が悪かったのかもしれませんが、福岡とパリの間に直行便はないらしく、今回も帰りはキャセイパシフィック航空さんにお世話になります。どうやら自分でセルフチェックインができるようなので、この機械を使ったら早いですと思ったら、なんか手続きがうまくいかなかったようで、結局人に頼ることにしました。無事チェックインが終わり、ゲートは26番です。パスポートのチェックはだいたい30分くらい待ったかな。いつも空港には1時間前に行けばいいやみたいな、そんな感じで思っているんですが、結構早めに来た方がいいと思います。それではパリにお別れです。機会がありましたら足を運んでみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。